皆さんこんばんは、ワドツです。2018年2月の10日、17時56分です。よろしくお願いします。音声どうですか？音声来てます？聞こえる？普通に聞こえる？ちょっとさ、もんちゃん、チェックしておいてもらっていい？ごめんね。皆さんこんばんは、ワドツ。2018年2月の10日、17時、56分です。よろしくお願いします。今度は音声大丈夫かな？今大丈夫。また、聞こえなくなったら教えてください。すいません。経緯を説明します。もともと、ふわっちの配信者で、ポチ M という方がいるんですよ。ポチ M。完全に音切れてんの？完全、え？どこが切れてたんだろう？プツプツ？何なんだろうな、これコラボ。今も聞こえ、意味が分かんないんだけど。聞こえたり聞こえなかったり、設定は変わってないんだけどな。これでどう？これでも聞こえる？どう？これで、聞こえますか？聞こえてる？今。またプツプツになった。なんだよ、これ、ふわっち。プツプツ、プツプツ、何が原因なんだろう。ダメ、サーバーかな。ちょっとこれじゃ番組にならないよな。どうすっかな。プツプツ、ちょっとさ、誰かさ、試しにコラボ上がってきてくんない？コラボ、ちょっと誰か試しに上がってくんない？テストでコラボ。聞こえない。なんでこんなことになってんだろう。俺だけなんだよな。治った？どう？治った？みんな。治った？治った？なんかね、時間が経つと治ったりするんだよね。治った？ OK？ 治った？今んとこ大丈夫。今んとこ大丈夫。またすぐ教えて、ダメになったら。ごめんね、みんな。今んところ大丈夫。これね、俺の問題じゃなくて、これ、ふわっちの問題だから。ちなみに言うと。ふわっちの問題。BGM は聞こえてんの？のんちゃん。BGM 聞こえてる？え？聞こえない？嘘。これはどう？これくらいで聞こえる？ね、音が小さいってこと？普段の放送に比べて。のんちゃん、普段の放送に比べて音が小さいってこと？これだと声聞こえづらくない？ BGM は入ってんの？なんかね、その、ふわっちのね、仕組みが良くないんですよ、これが。まあ、しょうがないね。OK ね。じゃあ、説明するよ。俺の声も聞こえてるの？俺の声も問題ないのね。問題ないね。じゃあ、今から始めます。今、ふわっちで配信をやってる、ポチ M という配信者がいます。ポチ M。ひらがなでポチ M。まあ、URL、今放送中で、まあ、彼の放送を見たい人はここに行ってください。で、まあ、時系列を説明すると、ポチ M っていうのは、僕のニコニコ生放送の時にですよ。結構お世話になっていたんですよ。僕が、お店やってた時も、何回も常連で来てくれたりとか、まあ、彼っていうのは、その、なんだろう、金銭的に僕のことを支援したりとか、いろいろやっててくれてた配信者なんですね。で、配信者ではなくて完全なリスナーさんでした。な、和道リスナーの囲いのリスナーさんだったんですよ。で、ある日、なんだか理由がわからないけど、まあ、配信を彼は始めたんだけど、FC2 ライブっていうところとか、ニコニコ生放送っていうところで、生放送っていうのを始めたんだけれども、
彼は僕のことをディスるようになってアンチ化したんですよ。で結局、僕は彼がなんでアンチになったのかをわからないまま、まあ僕をアンチ化しても全然ほったらかす主義なんで、彼とはもうしばらく連絡を取ってないです僕は。なのでもう何年前の話は1年か2年間ぐらい彼とは接触をしていないんですよ。で昨日ですよ、昨日彼から、LINE の DM が来たんですね。ポチエムから LINE の DM が来ました。で、和道様お久しぶりです。この度私ポチエムは、3月25日にふわっちを引退、配信を休止することになりましたと。あ、赤月さんいらっしゃい。で、私の配信の始まりは和道様あなたから始まりました。申し訳ございませんがお願いがあります。始まりが和道様だったので、和道様で、終わらせたいのでボクシングマッチをしていただけませんか。ギャラもお支払いしますと。でギャラは2万円を考えておりますと。私事で大変申し訳ありませんが受け入れていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いしますっていう。で今までのご無礼申し訳ございませんでした。何卒よろしくお願いします。要は今までのご無礼っていうのはまあ多分俺のことディスったって意味だと思うんだけど、まあそれの謝罪と、まあ配信の始まり、要は配信見始めたのが俺が始まりだったんだってポチエムは。でまあ配信やめる時も和道で終わりたいからっていうことで、でOK をしました僕の方から。でただね、ちょっと時系列が俺もよく分かってないから、なんで俺がポチエムとボクシングするのかとか、まあディスってたのも何だったのかとかも俺全然分かんないから、さっきコメント書いてコラボをしようと、ちょっと説明をしてくれということで、あと5分後ぐらいにポチエムから、多分コラボが上がってくると思います。状況は伝わりました？ OK ですか皆さん、っていうのがことの流れです。だからまあもともと俺の囲いだったっていうところ以外は俺もその彼が今までどういう風に過ごしてどういう気持ちでやって俺にボクシング挑むのかとか全然わかんないっす。だからそれを聞こうと思いますね、はい、把握できた、何なんだろうね、なんで俺とボクシングやりたいのかね、ちょっとよくわかんないんだけど、何なんだろうな。なんかポチエムのリスナーっていないの？ポチエムのリスナー、まあいいや、とりあえずトイレ行ってくるわ。まあ彼から連絡来るんでちょっと待ってましょう。コーヒー買ってきて、あとトイレとコーヒー行ってくるわ。5分後にかかってくるから。どうした、俺コーヒー買ってくるわ。
ただいま。今ではアンチなのかな、今ではアンチなのかな、ちょっとその辺はよくわかんないな。ずっとまあ FC2 とかではずっと俺のこと誹謗中傷してたからそうだと思うけど。あ、どうも、初コメありがとう。よいしょ。あ、もしもし。ああ。もしもし。もしもし。あ、もしもし、聞こえますか？ご無沙汰。あ、ご無沙汰です。ポチームです。どうもどうも。どうもどうも。うん。言葉経緯は、もうアンチではないからね。ことの、いろいろ、アンチ活動もしてないんで、もともとね。そこはちょっと勘違いしてます。勘違いって、だって誹謗中傷してる枠俺見たよ。あ、いや、あの、それは D3 なんで、あなたも結構するでしょ、それは。え、何の話してんの？いや、それは、いや、誹謗中傷、それはディスであるじゃないですか。アンチ活動自体はしてないんで、はい、いや、うん、まあいいや、まあいいです、はい、いや、まあいいやつか、いやいやいや、俺はそのあなたから直接、はい、その、はいはい、結構そのディスっていうか、そのなんだろう、思い当たらないことで結構悪口言われた記憶があるんだけど、まあ具体的に何言ったかとか覚えてないけど、昔の話だから、ま、俺も昔の話じゃない、何言ったかが覚えてないです、すいませんね、はい、うん、なるほど、はい、ディスと誹謗中傷って違いますか？まあ同じなんですけどね、うん、うん、とりあえずまあこの話、まあ俺と絡むの、はい、どれくらいぶり？2年ぶりぐらい、2年ぶり、2年ぶりか、はい、まあ2年前のことお互い覚えてないよね、はい、うん、で何、そのなんで俺とボクシングすることになったの？いや、3月、まあ、25日にフワッチ自体をやめようかと。で、まあ、配信自体も、はい、配信自体も、ちょっと長いこと休もうかと。ほうほうほう。あ、じゃあ、フワッチを引退で、配信自体は活動休止っていうこと？休止、配信自体は休止で、どっかでまたやることもあるから、まあ、わかんないんだけど、それは。まあ、じゃあ、配信自体は引退するかどうかわかんないけど、なんでフワッチやめんの？あ、フワッチはやめんのは、まあ、特に意味はないんだけど。あ、そうなんだ。うん、2人はそんなことあるところじゃなくて、ポチエマはもともと俺のか、あ、リスナーさんに説明してもいい？はい。うん、ごめんね。まあ、番組の冒頭でも言ったんだけど、ポチエムっていうのは、たくみさんと同じぐらい古いリスナーさんか。たくみさんよりも子さんだよね、多分。多分そうだと。多分そうだよ。俺がそのバーをやってる時に、もう常連ですごくお金を落としてくれてたし、もともと囲いでもガッチガチの囲いでポチョ M はもう金銭的な支援もしてたし、バーにもよく飲みに来てくれてたし、まあポチョ M が遊びに連れてってくれたりとかよくしてた、うん、だから遊んだことあるどころじゃなくてズブズブのもうガチガチの囲いだよ、もっと、うん、あ、合ってる、訂正したい部分とかあったら全然言って構わないけど、聞いてる？あ、もしもし、聞いてます、聞いてます。うん、はい。まあ、OK ですね。その通りです。はい。ただ、まあ、俺の認識なんだけど、はい、はい。いや、これはポチエム話してるんじゃなくて、みんなに話してるんだけど、まあ、リナちゃんだっけ、名前は。リナちゃんね、はい。リナちゃん。そう、リナちゃんっていう女の子と、まあ、俺が揉めたのよ。揉めたっていうよりも、あれ、何が元のきっかけだか忘れたんだけど。あれは、ロハコ事件の。あれはロハコ事件があったでしょ。ロハコ事件だっけ、リカちゃんと思ったのは。そうそうそう、あれで、うんうん、いや俺もその点もあるんだけど、うん、まあ同性愛とかあれを、うん、とまあ柏木くんっていうあの出来事、柏木くん、そうそう、だからロハコ事件さ、簡単に言うとロハコ事件でアンチ化したんだよ、うん、簡単に言うと、うん、そう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 、うん、そう、そっからだから2年経ってるっていう、だからポチエムと話すのが2年ぶりっていうのはロハコ事件から2年経ちましたっていうのとイコールだよ。そうそうそう、だから、うん、で、うん、で配信はずっと続けてたんでしょ。まあ配信は続けてましたね、ギャンブル配信とか、はい、うん、競馬でしょ、昔からやってる、まあ、競馬、はい、うん、とか、まあ、まあ、パチンコの話とかでしょ、多分。そうです、まあそういう類の、うん、
配信をずっとやってましたね、はい、ふわっちで、うん、ふわっちでやってたあ、ふわっちでやってました。ふわっちでどれくらいやってんの？俺より前からやってんの？いや、うん、1月ぐらいからちょうど1年ぐらいの。ああ、はいはい、まあ俺より後か。はい、なにその前は FC2 でやってたんだよね、ずっと。俺が知ってんのはだから FC2 でずっとメインだよ。ふわっちはやってんの知ってるよ、おすすめ欄にたまにいたから。はいはい、まあ元気でやってんだなぐらいで。で、まあ、もともとニコ生もやってんだっけ？ニコ生、ふわっちっていう感じで。FC2、ニコ生、ふわっちの流れだ。そうそうそう、はいはい。うん、オッケーオッケー。え、で、なんでふわっち引退すんの？いや、特にじゃないですけど、ふわち自体の風潮がアイテムとかをいただいてて、うん、ポイントとかも結構いただいてるんです、僕も。うん、いいこと。でも時給で計算、まあまあ、あんまりでも性に合わないんですよ。なんで？何が合わないの？いやいや、1年ぐらい、うん、まあ、あまりこじらない方針でやってて、うん、近頃はこじってるんですけど、うん、アイテムくださいとは言ってるんですけど、うん、まあ正直に性が合わない。性が合わないって何？まあ何が性が合わないのか理由を聞いてんだよ。いやいやいや、だからアイテムくださいっていうのは、うん、アイテムください放送するのがちょっと性に合わない。ニコ生かツイキャスやればよかったじゃん。いやいや、やればよかったのにもかかわらず、1年間もやってたから、これで、まあ、とりあえず、ふわっちや。まあ、みそぎをしないとってことか。でも、もう、こじってるし、言ってることも違うし、うん、俺も、初期の頃と。うん、初期の頃、それああ、まあ、こじらないって言ってたのに、こじったってことか。こじってるし、っていうことで、まあ、うん、まあ、とりあえず、まあ、うん、まあ、いや、まあ、ふわっち自体はやめて。一旦やめようと、やめてしまって、まあなんで別にこじることは悪いことじゃなくない？いや悪いことじゃないよ。だから結論と1年前はそういうこじることをだって元々 FC2 やってたんだったらポイントもらうのも慣れてるはずでしょ。そうそうそう。でしょ？うん、そうそうそう。なんでそのふわっちをやめるのかがよくわかんない。別にふわっちで頑張っていけばいいんじゃないの？いや、ふわっちでとりあえず、ふわっち、まあまあ、リアルも忙しくなるんでね。うん、これ以上は、やっぱり配信で、得るお金よりも、やっぱりリアルで得るお金の方が、一応仕事やってるんでね。まあまあまあ、それは、はい、その方がいいよ。うん、はい、うん。そう、まあまあ、その部分で、うん、一旦、配信から遠ざかろうっていうことで、一旦、ふわっち自体は引退して、まあそれでもポチームからこじってるの見たことないところじゃない。だから2年ぶりに会話すんなって俺からすると、うん、ポチがリスナーにこじらないスタイルは俺はアスペでもそれくらいわかるわバカお前俺のことバカにしてんだろあのさいくら日本語がさ不自由だからって俺はそれくらいわかるよ。ポチームからもらってないのはわかるよ。ポチームがリスナーからこじらないスタイルなのね。はいはいはい。俺はでもなんかそれが本音には聞こえないけどな、なんかよくわかんないけど、なんか別の事情があるような気はするけどね。いやいや、まあまあ、本当に本当に、まあ基本的に、まあリアル的なもので、とりあえず、うんうん、とりあえずもう、もうやめちゃった方がいい。あ、ごめんごめん、ごめん、恥ずかしい。シロさん、ひろゆきさんに、リスナーさんに説明したのね。あ、俺が、いかに、アスペか出たね、今。違うってごめんポチ、今はリスナーさんがリスナーさんに説明しただけで俺に言ったわけじゃねえって怒られたわ、はいはいはい、リプ使えよそういう時よ。リプを使えって言ってんだろ何のためのリプなんだよ。もう俺に向けて言ってんのかと思ってさ、うん、まあまあ俺は分かってるよ。まあまあ別にポチ M がリスナー俺からしたらこじって何が悪いんだと思うけどね。いや別にだから今は全然考えが変わって1年間ふわっちやっててね、いろんな放送が増えてきました。皆さんまあそれそうね、アイテムくださいやってる、それを見てこじらない、うん、こじらないスタイルで1年間やってて俺はなんてバカなんだろうと。こじらないこじらないって言ってもさ、もともとふわっちってこじきをしないと運営からしたら嫌なやつだよ配信者。ポイントでふわっちのサイトはだからそれは間違いだったっていう。そう。ふわっちからすると、だってツイキャスとか広告があるから収入源あるじゃん。うん、ツイキャスは広告源成り立ってるけど、ふわっち広告
極端に載せてないっていうことは、サーバーとか運営の費用って、アイテムで稼いでるんだよ。で、ふわっちで堂々とこじるのは悪だって言ってるやつ、俺配信向いてないと思うよ。キャスティングって思う。いや、そうでしょ。運営からしたらさ、サーバーに負荷かけんじゃねえよ、この仮想の山主がよって思うでしょ。だからそれが間違いでしたっていうことで、だとしたら、まあ、こじるっていうか、まずね、こじるっていう言い方が嫌いなの、俺は。普通に放送で、だってさ、それこそさ、こじるが嫌いも何もさ、俺にいくら使った今まで。多分10万じゃ効かないでしょ。俺？10万以上使ってるでしょ、俺に。むしろガンガン、こじきをしてた側じゃない、あなた。こじきをしてたっつうか、恵んでた側じゃない。それこそ2年前なんか俺が食えないから。あれは小遣いだから、俺そのことについてさ、放送で和道ワンチの人とか来ても、あれは小遣いだからとは言ってるわけよ。いやいや、で実際も、だから俺は助けてもらったわけだから、だから俺はなんつうの、むしろね、元祖小好きなわけだから。それは別に医師のことも、もう別に、なんとも小遣いをあげただけだからとは言っね、てる石野にし、もよくしてたもんね。だからむしろこの中にいるリスナーの中で最古参だよ、今ポチ M なんか。なんかオオカちゃんっていう人が申請上がりたいって言ってんだけど、いや、ごコめんラなさい。ボ。知らない人と喋れない。そうだよね。オオカさんごめんなさい。このコラボ枠、ごめん。ごめんなさ俺い。がまず喋れない。ポチ M とごめんね、話をするんで、この話題に関係あることだったら、上がってもらって構わないんだけど、多分、オオカちゃんっていう人、多分、ポチ M のリスナーじゃないんでしょ？いや、わかんないですね。わか知んならいでなしいょ。です。ちょっと多分関係ない話題になっちゃうと思うんで、申し訳ないです。すいません。で、ボクで、シング、もちろんわかると思うんだけど、俺の性格上だったら、もちろん売名のつもりもないし、まあ、売名は別にほら、ね、つまあ、もしり、ないだろうね。もともとギャンブル配信でなんとかやりたいっていうのがあったから、でも配信を、これで本当に休止になるかもしれない。だったら、要は休止っていうのは一生やらないかもしれないっていう気ない持ちがあし、るってことでしょ。リスナーはやめないでしょ、でも別に。リスナーはやめないんだろうけど、そしたら、周りから見たら、ワドアンチっていうものが、いまだに俺の枠っていうのは、ほとんど大半を占めてるわけね、ワドリスナーとかっていうのは。あ、いそまうなだんにだ。なんだよ。だって、それは、だって、ポチデモが誹謗中傷してっからだろ、俺いや、の。基本ギャンブル配信ばっかやってたわけ。ギャンブル配信だけど、要は俺の悪口も入れてるから、そういうのが集まってきちゃうわけじゃん。そうだね。ちょいちそうょいだよ入れるね。からね。その通りです。その経緯もありの、やっぱりね、俺、今、一番好きな配信者って永井先生なんだよ。おお、渋いね。でも俺、このことだけはずーっと言ってたわけよ。永井先生ってちなみにどんな配信者か知って言ってる？それ。知ってる、知ってる。乞食配信。乞食配信を日本で一番最初に始めた人だよ。でも言っ永井てる先こと生めちゃくちゃだな、本当に。もうめちゃくまあちゃいいでしわ。ょ。永井だ先け生が好ど、きなのね。そう、でも一番好きな配信は和道の配信で。何を言ってんの？今、永井先生が一番好きっつって、なんで俺で、が名じゃ前が出あ、いや、てくるの？配信。配信？配信は、配信者と配して信はな、者としては嫌いだけど、配信は好きだってめちゃくちゃなこと言ってんいや、の？じゃあ、配信で、何言ってんの？誰か説明して、何言ってるかわかんねえよ、もいや、いつものことじゃん、それは許してう。いや、よ。昔からだけど、さ、昔からでし違うんだょ？よ。違うの？要はね、本音で話さないと伝わんないよ。要はね、なんかね、歯に物を着せたようなね、言い方するからわかんないんだよ。引退するのか、いや、一応本音なんだよ。本音で話すよ。本音で。やっぱ、自分の中でね、やっぱり、あなたがいるから、あなたがいる、いあたなたから配信が始まりました。で、リスナーさんも来ました。
実際あなたが、ちょっと待って、そのあなたがいたから配信が始まりましたっていうのはさ、俺のリスナーかでもう入れ替わってるわけだから、そうそうそう、ポチームからそれをちゃんと説明しないと伝わらないと思うよ。その、あなたがいたから配信が始まりましたって言ってもさ、何のことってなるかちゃんと説明して。そういうわけじゃないんですけどね。そういうわけじゃなくて、ないじゃなくて、ちゃんと伝えてに。説明ベタは昔から、はい、いや、しま昔したからよね。口下手なのは知ってるけど、そこは配信者なんだから。まあ、だから、もう一度、一度戦っていただけたらと思いまして。いや、だから、戦っていただけたらじゃなくて、俺の放送はもう見てないんでしょ？まあ、あんまり見てないね、正直あんまりってことは見てるってこと？な話。たまにチラッと見るけど、タイトロムっルで。て見てんの？まあ、5分、5、6分。で、まあいいや、見てんのね。思考が俺もまとまってないと思うんだよね、俺も。なんか勢いで言う癖があるから、俺もそうだけど、ポチエモも勢いで言う人だから、この人も。まあ調勢子乗いりなんだですけから。ど、はい、調子乗りですからね。まあ、勢いなんですけど、なんとか。いいんだけど、別に。まあ、簡単に言うと、まあ、何？俺のことがムカつくから殴り合おうって話？ボクシングで。まあ、簡単に、そういうことではないね。それもありますよ。それもありましそたれけもど、ある今の？は、それは昔です。はい。でも、その流れからでも、まあ、とりあえず、殴り合って、俺自身は配信を終わりたいんです。それ自分勝手すぎるでしょ。いや、そこをなんと俺かからしたら、俺からしはい。たら、はい。意味がわからないの。別に、俺は別にボクシングやっても構わないよ。実際そのスパーリングは捨て頃にさ、必要なわけですよ。だけど、なんつうの、練習も必要なんだけど、なんていうのかな。ボクシングって怪我をするんだよ、本当に。やったまあ、らわわかりまかす。る。経験はあんの？ちなみに。ない。で、本当に、まあ、へっぽこかもしんないけどさ、テルの時とか、お互い、骨折、まあ、足の小指骨折したりとかさ、剥離骨折とか、細かい怪我とかもいっぱいあったわけよ。だからさ、怪我はするよ。まあ、怪我はするのはもうしょうがないでしょう。いや、怪我してまでやりたいっていうのが意味がわかんないんだよ、俺は。だって俺からすると、なんで何？嫌いな相手をぶっ飛ばしたいだったら、まあ理由は整合性があるわけじゃん。別にムカつくから殴り合いたいっていうけど、でも、自分も怪我するんだよ。まあ、その方が確率は高いでしょう、体格差見たいら。や、お互い、まあまあ、ガリガリだからな。その方が、その確率は高いんですが、なんとか調整させてもらえないでしょうか。みそぎがしいたや、いんで俺す。は別にいいよ。別にいいけど、別に、ただムカつくから殴りたいっていうのでもいいし、いや、引退するから最後、記念にっていうのも、何でもいいの。理由は何でもいいの。俺はぶっ理ちゃ由けは、金もらうから。ただ、リスナーさんは納得しないよ。まあ、簡要単に言えは、ば、わかり要ましは、た。もう、ちょっ簡と待っ単て、に言いま待す。はい。って、待って、待って。ポチエムのリスナーだけで、コラボって俺はそういうもんじゃないと思ってるから、だからこういう場を設けたのは何でかっていうと、まあポチエマはずっと昔俺のことを知ってるわけだから、まあ性格俺変わってないけど、まあ今話してそうだと思うんだけど、ね、リスナーには説明責任があると思ってんのよ。俺は受けることはできるけど、俺のリスナーにもポチエムのリスナーにもすっきりそれでやれっていう状態じゃなかったら良くないわけじゃん。だから、俺も知りたいしね、あと。俺は別にどんな理由だろうかやってもいいけど。だからその辺説明してよ。だからだからバカ野郎様っていう人がコメント書いてるけど、何の禊だよ、意味がわからんっていう。要はさ、ポチエムの中でいろんな思いがあると思うの。配信のこととか俺のこととか。でも、まあ、ワードにはま全あ、く関係いのや、ない関係こ、ない、ワード関係あるかないかじゃなくて、ポチエムの中でいろんなものがあるはずなのね。だからそれを説明しない限り、
そのうちのリスナーからすると、なんでワードポチ M って人とボクシングやんのってことになったら説明できないから、俺は。まあ、最初の経緯で配信を始めたのは、まあ、もちろん、和道の放送を見て、配信って面白いんだなって思って始めたわけなんですよ。で、本当俺も知に、らなかったんだよね、その時。そ2、3ヶ月してたまたま見つけたんだよね、俺う。が。それは、で、本当にこれで配信が終わるっていうか、やらないかもしれない。できないかもしれないっていう状況になると思う。俺自身がね、俺自まあ身のプ問ライ題ベーで。トのこともプライベー含トのめこてっとてこで、とね。要は含仕め事にて。集中するってことね。おで、できれば和道で終わりたいと。う。うん。それあ、で、自分の配信の歴史が。配信の歴史で和道で始めて和道で終わりたいか。これが本音、多分。いろんなアンチ的なこともディスったこともあるし、アンチ活動はしてないよ、でも俺は一度も。いや、ディスったことがある時点でアンチ活動だから、その辺の認識が甘いんだって。いやいや、あなたも、いやもう、言ったじゃないですか、それ俺は。は自信持って言ってるから、嫌いなやつ嫌いとか間違ってると、俺はソーストって言ってるから、要は、ありもしないことを言ったりはしないよ。あなた、ありもしないこと結構言ってますよ。LINE とか、例えスば。カイプとかでポチ M は、女の子にオナニーを見せてと。これはだっもうてありも俺、しない。違います。それは女性からクレームが来たんだもこれ本当ん。に、これ俺その。ういう、あれ？そっちだよ。あ、ごめんごめん。ちょっと待って。すいません！今ダメなんでごめんなさい！いや、行ってきていいよ。行ってきていいよ。行ってきていいよ。こっちで繋いどくから。こっちで繋いどくから行ってきていいよ。これは、女性リスナーから、ポチームの、思い出したわ。2年前のネタだから思い出したけど、女性、俺のリスナーさんでもあって、ポチームのリスナーになった人がいて、下半身を見せたんじゃなくて、付き合ってごくめん。れって、ポチ、うん？それ本当にないんじだゃあ、よ。じゃあ、聞いて、聞いて、聞いて。俺が言ったのは、下半身を見せて女にしたって言ったんじゃなくて、ね？俺は、ほら、思い出したから、今。俺の性格上言ったことを間違いなく言ったのこれだから。行くよ？行くよ？行くよ。今繰り返すよ。わかった。結婚してる相手じゃん。その女の人って。今名前は出さないけど。で、その人に対して付き合ってって言ったのは事実でしょ？っていうか、それ付き合ってじゃなくて、付き合った状態になったと思ってるんじですゃあ、け俺ど。の言ってたこと間違ってないじゃん。だ当たから、っそてれるじゃん。で、合ってんじゃん。俺、ディス、要は、ないことを言ってないじゃん。俺、その女性から相談来たんだもん。で、俺はスカイプでオナニー見せてなんて言ってないもん。今でも自信持って言う。だって事実だったじゃん。な？俺は配信付きスタ合っイルたので、はね。付き合ったのは事実って、お前人妻で、しかも俺のリスナーで、しかもそのリスナー、もう、ごめん。そのことに関して、オナいや、ニーだ見から、せ違てう。とかっ俺はていそうのことを掘り返すつもりはないけど、掘り返すつもりないけど、俺は配信スタイルとして、ね、嘘を言ったりとかしないのは、お前が一番知ってるはずなの。でしょ？だから、そこは認めろって俺が強弁するのは、俺は別に自分で今でも悪くないと思ってるよ。事実なんだろ。俺のリスナーさんである女性が、実はポチエムと付き合ってると、私結婚してると。で、言われたんだから、はぁってなるだろ。それもともと結婚してる人と、そっちの話なの？違う違う。結婚してる人と別に、お前が付き合おうが付き合うまいが別にいいよ。俺からしたら知らんって言ったから、その人には。ただだよ。俺の囲いをやってて、ね。で、その人も俺の放送を見てくれるリスナーさんだったわけだ。で、裏でこそこそやってて、俺に何の相談もなくっていうのは友情として違うんじゃないのっていうことを言ったら、お前がアンチ化したんだよ。思い出したわ。そしたらいろんなことを、それ違うよ。それは全く違いやいうわ。ごめん。それマジ違うわ。やいや。何が違うの？それ違いますよ。それ全然違いますもん。いや、整合性は取れてるでしょ。何が違うのか具体的に言ってっつってんの。だってさ、ね、要は感情論で嫌いになったんだって、お前は俺のこと。俺は柏木君のことだよ。何？柏木のこと言ってこない。お前、じゃ柏木柏ろ。木のことを、ちじゃょ、今掘り返待っすてならば。言うけど、ちょっと待ってて。柏木はまず、俺にね、俺、ロバちょっコと待っさん、て、あなたの方がちょっと待って、ちょっと待って。口たけてんもん。だっぶってたけてるんじゃないの。
お前の方が喋りねえじゃん。それは、それはずるいわ。それはずるいじゃない。俺は、あの、かぶせるじゃん。さすがだわ。かぶせてんのはあなただから。かぶせてんのはあなただから。柏木のことについて、ちゃんと説明させてもらうよ。はい、はい。うん。ロハコさんとキスしたのは事実。付き合ってましたっていうのは嘘だって認めたわけだし、はいはい、あれはネタでしょ。で、それはポチエムにもちゃんと説明したはずなの。はい、で、俺がポチエムについて違うって言ったのは、まず柏木は、まず、ことの発端っていうのは、和道がロハコさんから200万もらってるっていう嘘をついたところから始まってんの。それ覚えてる？それは覚えてる、覚えてる。覚えてるでしょ。でも、それは。それを事実だって言ったの、あなたは。和道。違う違う、俺は俺言ってねえって。だから、それは違うって言ったんだよ。俺は、柏木君にも、和道にもその200万言ったじゃん、あなたの。だって、ロハコさんが200万持ってないのは、もう本当に。持ってる、分かってんじゃん、俺は。うん。で、お互いね。何が柏木が何だっつうの。じゃあ、ね、いやあの時じゃ あ, じゃあね、分かった。柏木がかわいそうっていうのは100歩譲って分かるけれども、うん、俺からするとだよ。そうそう、あの当時の俺からすると、うん、柏木は家がないって困ってたわけだ。まあ、うん、元祖不発なまぬしみたいにホームレスやってたわけだ。うん、あ、はいはいはい、で、ロハコさんにわざわざ紹介して、うん、柏木を。家がないからっつって、止めてほしいと。配信外でやりたいと、しかも。はいはい、要は、家がない設定だとあれだからって言って、はい、でロハコさんもそれ守る、柏木も、はい、粗相をしないと、はい、俺は俺からするとロハコさんと柏木に何言ったかっていうと、あの2人とも大切な友人だから、はい、柏木に言ったのが迷惑かけるなよって言ったの、俺はロハコさんに、はいはい、でロハコさんもそのちょっと大変だけど生活の目とか見るまで1ヶ月ぐらい面倒見てあげてって言ったのよ、はい、それで柏木、俺からすると、柏木は、な、金欲しさにちんこ喋られたの。いやいや、だから。いや、今だから笑えるかもしんないけど、いや、柏木は200億欲しいって言って、ロハコさんに5回ちんこ喋られたんだよ。うん。いやいや、俺からするとよ、俺からすると。いや、ことの経緯でしょ。でしょ、そう。そうそうそう。ことの経緯ですよ。そう。いや、で、それで、ちょっと待って待って。うん、それで、俺はいきなり何も知らないで、柏木元気かなと思ってたら、和道に裏切られたって放送でずーっと俺叩かれてたんだよ。俺からすると柏木ムカつくの分かるでしょ。で、それ分かってるでしょ。で、ね。だから。で、さらに言ったら囲いだった一番信用してたあなたに裏切られたんだよ、うん、俺からすると。いや、裏切りはしてないよ。あの裏切りはしてないっつって。俺、柏木側につくわ。柏木はかわいそうっつって和道がふざけんなって。俺だって、俺なんかあれだぜ、俺。あのおっさん、ロハコのおっさんになんかハルシオン飲んだらさ、何それ、ちょっと待って、何それ、え、なんか幽霊が見えるんだよって言って飲まされかけたりよ、何それ、マジだ、え、知ら、俺結構放送で言ってたけど、いや、お前の放送なんか見てねえよ、ああ、そう、それそうだな、何のこと、何それ、ロハコさんに、俺泊まりに行ってたの知ってるでしょ、知らないよ、そんな、なんでお前のロハコさんに、ロハコさんに、知らないよ。だから、ロハコさん、泊まりに行ってて。いや、知らないよ、そんな。今聞いたよ。嘘？だから。嘘じゃないよ。だって俺いた？だから。俺に言った？いやいや、だから、勝手にそういうことしだしたの。お前でしょ？俺、繋いでないでしょ？だって、ロハコさん。まあまあ、泊まった時に。先生うまいねじゃなくて、リスナーも混乱するでしょ。ちょっと待って。俺を経由したじゃあ、俺が一緒にいた、いや、その話じゃなくて。じゃあ、ちょっと待って、その話じゃなくて、つって。うまいわじゃなくて、お前が印象操作。ちょっと待てよ。お前が、ちょっとうるさい。かぶせんな。かぶせるな。お前が印象操作してんの。お前は、自分のことは和道は絶対知ってるはずだっていう前提で喋ってるの。俺は知らないよ。ちょっと待って。ちょっと俺から質問させて、その時点で、はいはい。まず1個目。だから、勝手に話進めるから、はい、あなたは。あ、わかりました、わかりました。柏木、ちょっと待って、ポチエムとロハコさんが個人で遊んでたってこと？いや、会いに行ったことあるよ。それは俺、行ったことある、はい。それ俺知ってた？俺に言った？ロハコさんの言うことまで行った。だって、あれ、ほら、ロハコ、ワドを、ポチエムの、なんかコラボやったじゃん。その時も止まってんじゃん、俺。それは俺がいたから分かるじゃん。それは俺がいたから分かるじゃん。あなたが勝手にロハコさんの家に泊まってたの、なんで俺が知ってるってあなたは勝手に言うのよ。いや、知ってんじゃん。知らないっつってんの。俺、泊まってたっていうのし、ね。だから、それは勝手な思い込みでしょ、あなたの。いやいや、別に思い込みじゃないでしょ。
なんで俺がロハコとポチデムが勝手にお泊まり会してんの知ってるんだよ。いやいや、それはだから今だから話がうまいの、あなたは。何話がうまい？あの別に、そういうこともありの。何が話がうまい？だから別に全然話が全然違うじゃん。カシアン君のこと、カシアン君のことで、そういうロハコさん側についたことで、俺は言ったはずじゃん、あなたに。俺は200億の話も、そういうこともロハコさんの嘘だよと。の嘘だよ。そんな俺だって言ってるの。それ嘘に決まってんの。だから柏木バカだっつったの。そうそうそう。言ったでしょ？言って、それでもあなた話、まあまあ、その時は俺もニコン生主なんか始めて。だから、それは俺が説明したじゃん。俺からしたら柏木が先に裏切ったんだよ。ごめん、かぶせるのうまいわ。さすがです。論点すり替えてきたんじゃなくて、あのね、まあそこで、なぜ仲違いじゃなくて、俺が一方的に、そのことを言ったかって思う、いや、まあ、あなたからしたら一方的に裏切られたとかって言ってるわけじゃないですか。裏切られたっていうよりも、俺からするとだよ。と、ね、うん。裏切られたんじゃなくて、うん、俺からすると、なんでポチームが急に俺のことディスったのってわけわかんないよ。だって、誰がどう見ても、あの環境でいきなり柏木に、俺は詐欺師扱いされて200万、ロハコさんからもらって、俺は売られたって言われたわけよ。うん、で、俺からすると、そのポチームが、ハルシオンがなんだかんだっていうのも今知ったし。で、いや、それは、うん。そういうことではなく、そういうことではなくて、どういうこと？これだけは話聞いてね。あの時に全部聞いてるわ。柏木くんの側、柏木くん、ロハコさんで、ロハコさんのところについて話を面白おかしくしたのはあなたです。そりゃそうでしょ。うん、俺からしたら。それは生主だと思います。それはあなたが生主だと思うじゃないよ。はい、俺からしたらだよ。はい、俺の気持ちになって、ちょっとかぶせんなよ。お前あの、聞くから。わかったわかった。じゃあ先に喋って。ここじゃあ。うん、じゃあ先に喋って。それは、うん、それ、紛れもなく何人、リスナーさんの何人も、もう、まあ、この話はおかしいよねってアンチになったのと同じです。いや、だから、ね、それを広めたのあなただから。ね。要は間違ってる情報、違う。間違ってる、間違ってないです。違う。間違ってる、間違ってないじゃないのよ。ね、要は事実確認ができてないの。ね、だから事実確認は、俺の方は、俺は話し下手だから、多分、このまま行くと、多分話し上で俺は負けます。負けるとか勝つとかじゃなくて。勝つとかじゃなくて、それはわかると思う。話、あの時に、みんなが怒ったのは、あの出来事はあなたが入るべきじゃなかったっていう。あなたはただネタにしただけ。わかった。じゃあ俺が行くよ。俺から反論するよ。うん、はい、はい、あなたが出る幕じゃなかったとか言ってるけど、うん、俺からすると、柏木がネタにしか、要は、ね、和道に裏切られたってタイトルにされて、しかも俺が繋いで、好意で繋いだのを裏切られて、はい、ね、はい、ロハコさんはやってないって言ったんだよ。はい。俺はゲイだって知らなかったから、あの当時。はい。で、あの叩かれぶりだったら、俺がロハコさんのフォローしない？あの段階だったら。うん、ポチエムだったらしない？俺は最初に、うん、要は裏切られたのは、裏切ったのは柏木だし、要は和道に裏切られた、和道に嘘つかれた、売られたって言われたし、はぁじゃん。お前散々世話になっといて、人のこと繋いでおいて、なんだよってなるし、ロハコさんはやってないって言ってんだよ。それはネタに変えてロハコさんのことを守ろうとするでしょ。それ2年ぐらい言ってんじゃん、あなた。だからずっと言ってるよ。言ってるでしょ。じゃあ、言ってるでしょじゃなくて。それあなた側のリスナーからしたらあれじゃん。違う、聞いて。この俺の状況だったら俺が説明してんの嘘ついてる。話が上手いとか下手とかじゃなくて、俺が嘘ついてるか？いや、あなたはそのことに、そのことで、あなたは配信は面白ければいいんだって、最終的にって言ってるわけです。配信面白ければいいってずっと言ってる。それは当たり前だ、そう。当たり前じゃん、俺配信者だ。そう。リスナーに笑ってもらいたくてやってるんだよ。それが何がいけないんだよ。あの時のロハコ柏木事件は、今だったら笑えたけど、その当時は結構笑えなかったんだよ。だから、いや、笑えなかったじゃなくて、笑えなかったじゃなくてだよ。うん、事実、うん、今、全部が分かってるわけじゃん、ポチヤモ。もう2年経っていろんなの。もう2年、そう、まあまあね、それはね。になって、それで。あ、ダメだ、プツプツなったわ。ごめん、プツプツ、あ、いける？はい。あ、言葉がね、多分ね、聞こえないわ。ちょっとコメント打ってるのかな、これ。あ、いける。ごめん。いける？聞こえる？聞こえる。はい、リスナーさんも聞こえてる？いや、ちょっと厳しいかもしんねえな。
つい嫌いじゃないんだよ。はいはい。ごめん、聞こえてたらごめんだけど、俺は全く聞こえない。音声今ちょっと聞こえたか、今。あ、ダメだ、聞こえない。これちょっと聞こえない？ちょっと待ってね、俺別赤で、うん。聞こえなかったら別赤の方で。いや、別に、ね、電波が悪いから入り直す。あ、入り直すっていう感じ。いや、聞こえなくなっちゃったな。プチプチ止まるね。俺の声だけ？あ、今は聞こえてる。今聞こえる？俺の声、今聞こえ、止まった。くわ、くそ、ふわっちーの、これコラボがダメなんだよな。ちょっと。プチプチ感かな。声どう？ポチ。今、ちょっと聞こえる。テステステス。聞こえる？消えてる。ワードの声が消えてる感じかな。俺の声はちょっと聞こえてるかどうかちょっとわかんないんですけど。いやだから LINE 用意してくれって言ったんだけど LINE ごめん。俺の電話番号を教えるかな。いや俺が電話持ってない。俺が電話持ってないんだ。申し訳ない。うん。じゃあ一回落とすよ。一回落としましょう。でもう一回。はいはい。あの電波が弱いの。の声聞こえてる？みんな。いや、聞こえるっしょ、今度は。だからね、俺の機材の問題じゃないはずなんだよ。めちゃめちゃクリアに聞こえるはずなんだよ。どう？クリアに聞こえるでしょ？今回。だからこれね、あのね、携帯電話でのパソコンのコラボに対応してないふわっちの問題なの。俺の問題じゃなくて、クリアでしょ？もう満タンでしょ？あのね、要はね、携帯電話のコラボ機能に特化してるから、パソコンで俺配信やるから、治ってるでしょ？俺の機材の問題じゃないのよ。じゃあ、ポチームとスカイプで会話するよ。あ、たくみさん、あとお願いなんだけど、編集して、さっきの動画と繋いでもらっていいですか？この動画。ここで話す内容じゃないんだけど、たくみさん。あの、動画、さっきの枠のケツと、あの、編集して、こっちの動画に繋げてもらっていいですか？業務連絡こんなところで申し訳ないです。あの、一個の動画じゃないと多分見づらいと思うんで、リスナーさんが。YouTube の方動画編集してください。よろしくお願いします。ごめんね、たくみさん業務連絡で。リスナーさんもごめんね。電話かけまーす。もしもし？お疲れ。あ、お疲れ様です。すみません、すみません。こっちでやろうか、じゃあ。はいはい。うん。ねえ、俺からすると、だから、はい、あの、さっきの話の続きで大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。俺からするとだからその、はい、全部踏まえた上でなんで俺のことディスんのっていう感覚なのよ、はい、俺からするとね。で俺のアンチ活動をやってる人ん分かんない、はい
まあいいや、俺からすると、はい、要はなんか端っこの方つついて結局ミュウツーにしても誰にしてもああ、叩いてるようにしか見えないっていう感覚はあるの。そんな感覚？でもリスナーさんもそうだと思うよ、普通にさ、まあ、話を聞いた時に。いやでももう別にそれでさ、俺は閲覧伸ばそうと思ったり配信上で何かしようっていうタイプじゃないじゃん。タイプじゃないとしても配信って不特定多数の人が見てるわけだよ、うん、で、はいはい、その名誉を毀損してるわけだから、ね、それは言い訳だよ。同じことじゃないですか。ん？何に対して？そのことの女性関係の、俺の女性関係、そんな女性関係ない。それはだから事実だから、さっきも説明したけれども、俺はスカイプでチンコ見せたとか言ったわけじゃなくて、俺のリスナー、それは言ってましたよ。言ってないです。あ、じゃあ失礼、スカイプでチンコ見せてじゃなくて、ごめんごめん、じゃなくてオナニー見せてって、オナニー見せてじゃなくて、女性からクレームが来たっていう枠をやったのは事実に基づいてやってるわけだから、あなたも同じって言われるのは全く違うわけですよ。いや、それは俺は聞いてますもん、あなたの放送で。で、証拠は出せって言われたって、見てる、録画撮ってるわけでもなしに、何々持ってるわけでもない。いや、あのね、俺はその、はい、あの状況証拠がない限り言わない、立場上。なんでかっていうと、名誉毀損されるの分かってるから、俺が。だからそれは妄想、ポチ M の。もういや、妄想ではないですよ、それは。だって、いやでもそのことじゃないよ、それはその後だもん、結構。何そのことの、その、うん、の前提がわからない。あのね、なぜ対決することになったのかのを踏まえて、すごく重要なところだが、マチルダロムってて、ごめんね。うん、で、なんつうの、あのね、俺はタイプ的にそうなの。要は、俺ちょっと待って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 、俺もじゃなくて、はい、俺はね、本当に、はい、自分が悪かったところを認めるタイプだから、事実だったら。そうですか。でもまあ、そうじゃないって言うんだったら別にそう思ってればいいけど、俺はタイプ的にそう自信を持って言えますよ。で、実際さ、ね、だってさ、認めたわけじゃん。事実、その付き合ってたわけでしょ。え、事実付き合ってましたよ。そう。で、それで、その、だから別に問題なくない？付き合ってたのをリスナーさんから相談されて、それ事実だったんでしょって、事実だったっていう。ことなんじゃないの。いや、あなたは言ったのは、お前ポチエム気持ち悪いよ、あいつはって。気持ち悪いでしょ、それだって俺に隠れてさ、俺のとか見せてって言うんだぜって言ってましたよね、あなたは。だから言ってねえっつってんの。いや、放送で言ってた、聞いてますよ、これ妄想だとか言われたらもう、まこれはいや、言ってることは言ってますよ。だから言ってねえっつの。もし仮にじゃあ言ってたとしよう、はい、俺も全てを記憶してるわけじゃないから。でも今の現時点で記憶がない。まあまあ、でも、もしね、ちょっと待って、ポチエム、被せるなっつってんの、昔から。俺の喋るから、お前が喋る。じゃあ、お前から被してきてんの。全部録画残ってるから。じゃあ喋って。まあまあ、だから、あなたが知りたいのは、なぜ俺がアンチかっていうか、まあ、ディスり始めたかっていうことでしょ。いや、違う、今そういうことじゃない。今話してんの、そういうことじゃなくて。ね、どういうこと？あのね、そうじゃなくて、はい、俺は別にお前のこと昔から言ってるけど嫌いではない、はっきり言って、はい、はっきり言ってそれは伝えてる。で、お世話になったのも事実ですよ、はい、だからそれは今でも恩に感じてるし、はい、それは実際そのポチ M っていう人どんな人なのって言われたら答えてるから、誠意を持って、はい、だけれども俺は放送に限ったことを言っては、例えばじゃあ今記憶がないけれどもチンコ出したって言われたんだったら、はい、君が付き合ってた元カノがそう言ってきたんだよ。いやいやいや、いやいやじゃなくて、俺はそういうタイプなの。いや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 、いいそうだな。じゃあ、ちょっと待って、じゃあ分かった。じゃあ、質問を変える。誠意を持ってちゃんと答えてほしいんだけど、エロイプはしたことないの？じゃあ。いやいや、ありますよ。あるんだったら事実じゃねえかよ。いや、はははじゃねえよ。ってことは、彼女が、あのね、じゃあちょっと待って、彼女が俺にクレームを言ってきて、俺は言ったか言ってないか覚えてないけれども、はい、事実やってるんだったらチンコ見せてるわけじゃん。チンコ男になったな、面白いな。ってことは誹謗中傷じゃなくて事実なんだよ、あなたがやったことは。違う？え？チンポは見せたんでしょ、オナニーしたんでしょ、スカイプでエロイプしたんでしょ。さすが。いや、うまいとかじゃなくない、それで逃げんなよ。だから事実を疲れて痛くてアンチ化したって話。あなた、俺がなぜアンチかっていう話で、もう、あなたが言い出したんだよ。しました。ちょっと待って待って。あなたが、そのことは、ちょっと待って待って待って。
待って、あなたが言い始め、ちょっと待って、かぶせるなっつってんの。俺も喋ってるんだから。はい、俺かぶせてないから、ちなみにお前の話に、はい。お前がね、なぜアンチ化した時にこういうことされたって、今あなたが言い始めたことよ。俺から言ったことじゃないから。はい、違う違う、それは、話の長、話で、で、お前、あなたも言ってる、言ったじゃないですかっていう話。だから俺が言ったことは事実。じゃあ、この、なんでこの話になったかっていうと、俺は事実に基づいてやってるよって、実際やってるじゃん、あなた。で、あなたが誹謗中傷したのはやってないことをやったって言ったわけよ。はい。でしょ？これは全然配信者としても全然意味合いが違うよ。俺はディスするときはするよ。ただ、裏を取ってからディスするよ。必ず。感情論で動かないから俺。いや、武器、俺も本当のこと言ってんじゃん。いや、本当のこと言ってるんだったら謝ってよ、じゃあ。じゃあ俺が言ってたことは。俺もさ、だから言ってんのは柏木くんのことでしょって。だから柏木のことについてもさっき話したけれども。でもそれ別に俺が別に柏木くんのところについて仲違いしてそれで終わりじゃん。でしょ？いや、でしょじゃなくて、それプラスって、それがメインじゃないんだってあなたさっき言ったんだよ。いや、メインっていうか、それはその話の中で、だって俺ちょっと言ってては、ね、リスナーさん、まあ、ごめんね。もう良くないですかじゃないんだよ。要は、俺がなんでアンチ活動をされてた？俺はアンチ活動に対してちなみにポチエムに文句言ってないよ。一回もクレーム言ってないよ。ちょっと聞いて聞いて聞いて。ポチエム、俺さ、あなたの配信のアンチ活動に対してアンチ活動するなとは一言も言ってないはずなの。言ってないよね。ディスし、ディスしますよ。ちょっと聞いて。俺があなたにアンチ活動するなって言ったことある？ないですね。ないよね。これは間違いない。そう。だから俺はね、アンチ活動される身分だからしょうがないと思ってそれを責めてるわけじゃないの、はい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 、それはわかるでしょ。だけど、はいはい、アンチをするんだったら裏取ってないのは認めようよ。裏取らないでやった、はいはい、で俺は裏取ってるんだから。裏取ってないって俺さ、違う、あなたが言い出したんだよ。アンチ的なこと言うのあなたの見た目とかさ、面白いわ違う意味でとかっていうことだけだぜ俺。違う、いや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 、そういうことを言ってるんじゃなくて、そういうことを言ってるんじゃなくてね、そういうことを言ってるんじゃなくて、俺は配信者としてディスが悪いとは言ってないの。ディスもするよ。感情論も言っていいよ。ただ、誤解だったのは認めるんだったら頭下げるのが普通だと思う。何の誤解だよ、だから別に。何の誤解なんだよ。何の誤解って、だってあなたはさ、俺のことをディスしたじゃんっつって。いや、ディスじゃん。したでしょって。いや、別に同じことじゃん。いや、いや全然違うよ。あの子、その女の子の女性のことのことに対してディスしたでしょ。同じことじゃんっていうことじゃん。全然違うって言ってんの。いや、どういうことよ。うん、どういうことか説明するね。どういうことか説明する。配信者だから別にディスしてもいいよ。だけど、間違った情報を広めてたっていうのがバレた時に、俺は普通にリスナーに謝るけどね。あれは誤りだったって。俺が間違いの情報よ。言ってるよ。だから、例え、なんでわかんない。例えじゃなくて、俺が言ったことを今言えないとダメでしょうか、俺が。例えじゃなくて、だから今事実ずっと説明してるから、リスナーさんは理解してるんだよ。理解してないのポチエムなの。俺は、女性からクレームが来ました。ポチエムの。その話は、だから、その話はじゃなくて、今説明しろって言ったから、話をかぶせるなよ。女性から来たの。クレームが。で、ポチエムと付き合ってるって悩んでたの。で、ね、俺は、それはないわって言ったの。これディスだよね。で、今、2年ぶりに話してみたら、それは事実だったことが確認できたわけじゃん。でしょ？何が問題あるの？っていう点が1点目ね。まず1点目。まず1点目が何が問題あるのか、はい。で、2点目。あなたは感情論でディスったの。で、別にそこは責めてない。責めてないけれども、はい、事実今全部話したわけじゃん。はい、で、はい、そのすれ違いであなたが一方的な思いで余計なことを言ってたんだよ。わかる？何を？何をって何？だから、何を？同じことでしょ？そのディスだと。同じじゃないでしょ。いやいやいや、事実ですって言ってるけど、ディスはディスのつもりで言ってるわけじゃん。あなたも私も当たり前じゃん。だって自分のリスナー、自分のリスナーさんが自分の囲いが手出して、相手は最大者 でエロイブとか強要してくるっていう言ってても、あなたね、そのリスナーさんって、リスナーさんだってどの放送でも見るんですよ。見るよ。自分のリスナーさんっていう存在はないんですよ。ないでよ。ないよ。ないでしょ。ないけれども、じゃあなんでクレームが来んの？じゃあなんであなたの彼女からクレームが来んの？それは近いからでしょ。何近いからって。それはあなたの放送で知り合ったからです。なんでその時だけあなたの放送だって。今言ったことと全然違うぞ気持ちは。はい、俺からすると、俺からするとね、
相談されたのは自分のリスナーさんなんだよ。で、もちろんリスナーさんがいろんなところを見るのは分かってるよ。そういう意味での自分のリスナーじゃないんだよ。うん。そう。で、あなたが勝手に付き合って、ね、勝手に。あなたが勝手に付き合ってって言われたって、そんないちいち報告しませんよ。一応言いましたけどね、あなたに。言ってないから、言ったんだ。言ったよ、俺。言ってないです。彼女から暴露が来たから暴露枠を開いたの。それ言ったよ。言ってないの。で付き合った状だからさっきから相談もなくずっとって。いや、俺は聞いてない。俺は聞いてない。それは嘘ついてる。相談なんて来てないよ。だから俺からすると、あなたは一番の囲いだって言ってて、ね、結局、ね、リスナーに手出して、再退社に。で、エロイプして。手出してっていうか、それはさ、出会う場所って、女性や男女関係。だから俺はそういう、ね、こういう言い訳とかが俺はダサいと思ってんの、正直。あなたのこと嫌いじゃない、別に。素直な性格だけど、自分の非を認めないところっていうのは、俺は直した方がいいと思うよ。とりあえず、で、非でも何でもないでしょ、それは。俺は非だと思う。それで、自するつもりで、あなたは言ったつもりでしょ？それで、当たり前じゃん。はい、以上、同じ。当たり前じゃん。だって、あなたさ、和道の一番の囲いだって言ってたの覚えてるでしょ？あ、それはそうだ。俺もそう思ってたよ。間違いない。間違いないでしょ。俺もその気持ちがあったんだよ。ね？それで、別に付き合おうが何しようが構わないよ、俺は正直言うと。だけど、俺にクレームが来るってどういうことってなるでしょ？あなたから聞いたわけじゃなくて。それは、クレームが来るって、それは俺がクレームを出したわけじゃないからさ。そうだよ。あなたの彼女から来たんだよ。ね、彼女から来て、まあ、何らかの相談でしょうね。要するに、その男女間の中ありました。あなたのところで知り合ったっていう形です。うん、ね、相談です。はい。相談だったかクレームだったか、それは受け取った側のあなたの、まあ、相談でもありクレームでもある両方だよ。はい、ですよね。で、一番の囲いって言っててさ、ね、はい、それを注意しなかったらどんなことになる？しっちゃかめっちゃかになるよ。いや、その話になるの。いや、その話をあなたが切り出したんでしょ。勝手じゃんって言うから、勝手じゃないよって。まあ。だったら俺の一番の囲いだとか、俺の名前語るなよって話でしょ。いや、そういうことで。え？いや、それ注意時点でもう。じゃあね、ポチエムさ、っていう感じですか。ポチエムね。ポチエムが、はい、まあ、数百人のリスナーさんがいたと仮定しよう。ね。はい。で、その中で一番の囲いだって言ってる、はい、仲のいいリスナーさんができたとしよう。プライベートで遊ぶと、はい、それはあなたね、ね、聞いてね、はいはい、でその人が女性、はい、とある女性リスナーさんと、付き合ってましたと、はい、まあ別にいいんじゃんって感じじゃん。だけど、はい、その女性から付き合ってたことを知って、はい、で、はい、クレームが来たら怒らない？さすがにねえだろって言わない？ポチエムだったら。いや、俺は言わないよ。だって別にさあ付き合ってましたってな、ああそうなんだ、付き合ってたっていうかないでしょ、そういうの。何がないの？だって別に色恋沙汰なんてっていうのは、どこで出会おうが男女の中っていうのは愛情が芽生えるっていう場所なんて関係ないじゃないですか。はい、でしょ。まあ職場恋愛、学校の恋愛、サークルの恋愛、アルバイトとかでもいろいろあるわけでしょ。職場恋愛で、もし教師の立場でクラスメートで女子生徒からエッチなメールを強要されるんです、先生どうしようって、私実は結婚してるんです。その前にあなた、うん、そこは事実でおかしいことです。うん、俺はそんなにね、性欲持ったら話をかぶせるのやめてって何度も言ってるじゃん。俺かぶせてないからね。あなたさ、俺に対してはさ、うん、はい、話かぶせるとか話うまいとかおちょくってるけど、俺一回もこの枠でかぶせてないし、ね。で、じゃあ職場の上司だとしよう、あなたが。はいはい、で、最大者の、ね、自分の直の一番可愛がってる部下が、同僚に手出したと。はい、まあそこまでは自由だからいいんじゃんって感じだけど、はい、女性の方から、私結婚してるのにこの人と浮気しちゃってたんです、はい、もう別れたいっていう風にクレーム来たら、はい、お前そういうことすんなよって会社の上司だったら言わない？言います。じゃあなんで俺の時は否定するの？この話ですか？
今の話ですか？この話です。あ、今の話、まあ総合的にこの女性問題の僕の話ですよね。うん、女性問題だった。そう、あの 100% 今の話あなたが正しいです。和藤さん、私が間違っておりました。申し訳ございません。それをなんで2年前言わなかったのかって言ってんの俺は。まあいいけど、それは そこじゃないから。あの何がそこじゃないの？そこあなたがそ、あ、ちょっと待って、話が2点3点してるけどさ、柏木の時でしょ。前はこれあなたの話の流れで、今俺はもう完璧にこの話、女性問題のことに対しては注意だよって言われたら、それだったらそれそこまでなんですよ。ちょっと待って、ただアンチ活動したのは本当に柏木君の出来事の話だぜ。俺ちょっと待って、俺ね、あ、いや、あのね、あなたね、人と話す時の態度失礼だよ。あのね、はい、柏木の事件があんたずるいわって、そうじゃないんだ、女のことなんだって言ったからここまで掘り下げて話したんだよ。じゃあ女のことじゃなくて柏木くんのことでって言って、違う、さっき柏木のこと説明したのは同じ流れだったの。柏木のことについて、あん、ちょっと最後まで聞けよ。お前俺の話も聞けよ。聞いてるだろ。何や、お前の話最後まで聞いてるだろ。柏木のな、ちょっと待て待て、このさっきの枠全部録画残ってるから。柏木の説明をしてたら、あんた口うまいからずるいわって言われて、本当の原因違うんだよ、女の問題だよって言って、女の問題掘り下げて。本当の原因とは言ってないでしょ。違う、もう一個ある、違うよ。だから話をかぶせるな。お前うまいわ。もう絶対録画今見てくれ。あの柏木君の話だよって言ってて、ディスを言ったのもあなたも同じでしょっていう話でしょ。それはディス、あのディスり始めてってさ、ディスを言ってんのは女性の話を出したでしょ、あなたも同じでしょっていう話をしただけでしょ。はい、頼むわ、タイムシフト誰か見ろ。じゃあリスナーさんに聞いてみるよ。はい、俺が言ってたこととポチームが、これうまい方法かぶせるなっつってるよ。言ってんだこの野郎。枠だったらリスナーさんに聞いてみるとかじゃなくて、お前のそれに長けてんだよ。分かってんだよ、それぐらいはよ。リスナーさんね、さっきの枠見てた人、リスナーさん聞いて、はい、俺が言ってることの整合性とポチエムが言ってることの整合性、どっちが合ってる？俺間違ったこと言ってる？話聞いてて。どっちが正しいと思う？客観的に聞いてて。うん、枠は見てる？コメント欄は。ポチエム。あ、枠見てる見てる。あのね、別にあのね、言っとくけど、あなたの枠なんで、枠っていうか、あなたの方がリスナーさんは多いんです。あなたのこの手法でだったら、あなたの方が勝つんです、間違いなく。勝つとか負けるじゃなくて、負けるとかじゃなくて、その手法を使っても、手法って何？俺がアンチ化したっていう話は、俺は事実、柏木君のことからなんです。だから柏木のことも説明したじゃん、さっき。そのことでしょ。それはこういうことで、俺はやったんだよっていう話。だけど、俺はそれが気に食わないっていうか、俺は間違ってると思ってた。間違ってると思ってる、今でも。からアンチしたんで、アンチの、まあ、柏木の件は、俺が何が間違ってると思ってんの？え？あの、だからもう、あの、かまあ、簡単に、まあ、ちょっとかぶせないでね、あの、柏木君の事件がありましたよ、ロハコさんに。ロハコさん側について、ロハコさん側について、完全に話をなくそうとしました、あなたは。そのことについては、まあ、わかりますよね、それは。うん、ロハコさん側について、自分たち、うん、まあ、ロハ、ワド、うん、ワドをロハコさんができてるっていうことで、笑いに持っていきの、のそのことについて話、うん、その柏木君っていう事件、柏木君の誤射事件っていうこと自体をなくそうとしました。それで分かりますよね。うん、あのね、それからじゃないですか。それで、あのね、俺はそこ否定してないから。だから否定してなかったら、俺はそれだけだと、あのね、でも否定してないけれども、否定してないけれども、問いかけたいことが一つある。うん、問いかけたいことが一つある。はい、俺がさっき言った柏木をつないだわけじゃん。要は困ってるからっつって家泊まって、うん、もしさ、つないだのがポチエムだったらどう思うよ。つないだのポチエムだったらって、要はポチエムに裏切られたっていきなり枠開いて、何この200億円っていう話でしょ。じゃあ、あのポチエムがロハコさんから金受け取っててって言われたらどう思う？頭に来ない？
頭に来ないんじゃなくて、いや頭に来るか来ないかを聞いてるの。ニコ生のあなたの枠でその200万円受け取ってるけど、ワドなんか200万円持ってない、持ってるっていうか、ロハコさん自体が渡してないの分かってるよねっていう話をしてるわけで、あなたの枠でだよ、ニコ生で。それは覚えてない俺は、うん、覚えてないとかっていうのがちょっとね、覚えてないもん。覚えてないよ、正直に語って。 何が悪いんだよあのさ、俺が何時間放送やって、うまいよやっぱり、あのさ、失礼だからそういうのやめてくんない、うまいよとか。うまいね、うん、俺はそのことを話してると思うよ。あのさ、あのさ、あのさ、いきなりさ、2年間ディスっててね、2年間ディスってて、そういう態度はねえんじゃん、人に物を頼む態度じゃないんじゃないの俺正直言うけど頭に来てるよ俺今。あのボクシングやろうとかいきなり言ってきてさ、俺はやるよ別に。お前が配信ね、和道で始まって和道で終わりたいっていう気持ちがあるっていうのと、ギャラ払う仕事として頼みたいっていうからやるけれども、正直あなたの態度には腹が立つよ。ああ、わかりました。俺も腹が立ってきてます。相当腹が立つからやりたいです。何が腹が立つの今のことでです。何、まあ、今のことってね、もうもう今イライラしますね本当に。何がイライラするの。うん、まあ簡単に言うとですね、全部喋って、だから本音で、だからあなた記憶にないです、記憶にないです、記憶にないことは記憶記憶にないことは記憶にないよ。それをあなたはうまいなっつって茶化してるんだよ。茶化してんじゃねえよ、見てる人が少ねえ、2年前だから少ねえっていう話だし、わっちっ俺の枠でやったって言ったじゃん今。俺の枠でやったら、ああ、かそってないでしょ。俺の枠で話したって言わなかったね。だから俺の枠っていうか、あとはあなたの枠でやったんです。だったらかそってないじゃん、みんなの前でちゃんと話したことなんでしょ。あのね、ニコ生リスナー、ニコ生リスナーが今までどれくらいいるかって言ったら分かんないでしょ。うん、配信なんてもんは。え、何を言ってんの、あなたかそってる枠で話したことはって言ったの。ニコ生の時の枠で言った話です。だから500人以上見てたでしょ。500人は見てないと思いますけど。だから数百人は見てたでしょ当時。数百人は見てましたよね、うん、もう見てんじゃんね。それはあなたに問い出したいんです。何、あなたに問い出したい、何を。これは言いましたよねその時は、はい、何を何を。まあまあ、もう記憶にないって言われたらそれまでなんですよお前さ、はい、じゃあ分かった、4年前のね、4年前じゃない2年前です、うん、じゃあ分かった、2年前の俺のバー、はい、俺とバーの歩みで話した会話全部覚えてる。覚えてないですね、はい、うん、あんたうまいわ、自分の記憶に都合のないことをバー歩みであんなに語ったのに覚えてないんだ、あんたうまいわ。頭に来ないこんなこと言われたら別に来ませんよね、別に自分の日があるわけじゃないんでね。俺もないよ別に、あんたが言ってることはちなみにそういうことだから。腹立たないでしょ別に。腹立つよ俺は。俺は今腹立たないって言ったじゃんあんた。いやだから立たないんだから、そういうこと、失礼な態度が取れるんだろうねねえ、もうどうするん、どう、何がどうするん、お願いです、受けてもらえませんか。俺はだから受けるって言ってんじゃん、はい、これで俺は受けるって言ってんじゃん。いやありがとうございます、はい、ただ人に物を頼む態度ではないと思うよ。まあ、そこですか、はい、いやそれそうでしょ。申し訳ございませんが本当にボクシング対決受けていただけませんでしょうか。正直言って、なんでそんなことしないといけないの、こんなに腹立つやつの。なんで俺がお前のボクシングやんないといけないの。受けるって言ったじゃん今先生。受けるよ。受けるんでしょ、じゃあやろうよ。さあやろうよじゃなくて、よろしくお願いいたします、腹の立つポチームを殴ってください、よろしくお願いいたします。俺ね、あのミュウツーとさボクシングリングに上がった時覚えてる、はい、ごめんそれは見てないんだ。見てない、あのね、はい、ドレさん要はポチームみたいにミュウツーはもっとひどかったんだけどね、はい、俺のことずっとディスってる配信者がいたの、ミュウツーっていう、はいはい、でねドレさんがその要はもうぶっ飛ばしちゃえと、はいはい、あの俺が企画するからやれと、で俺やりたくないって言ってたんだけど、はい、あのもうこれは絶対制裁した方がいいから公開でやっちゃえって、はい、で、はい、ぶっちゃけあの勝つ自信はあるんだよ、はい、俺はミュウツーに。だけど、はい、あの正直ね、あの俺はその喧嘩みたいなことはしたくないの、あの、はい、言論の喧嘩は上等、俺は、はいはい、口で飯食ってるから、はい、こういうのは別に全然いざこざ残さないから、はい、うん、今話していろいろ分かったし、
だけどね、正直俺はそのボクシングを愚弄する行為だと思うの、そういうのって。で、はいはい、何がおかしいの？あれ、いや別に、いやいや説明して。あ、今全然コメント見て笑っただけです。すいません、申し訳ございません。すいません、今のは失礼しました。申し訳ないです。はいはい。でボクシングを愚弄する行為、はい、うん、いや、どうではないな、うん、はい、正直はい、あんまり、うん、あのさ、はいはい、俺のこと殴りたいやつは世の中にいっぱいいるよ。俺のこと嫌いなやつはいっぱいいるよ。はい、うん、はいはい、それはわかるよね。はいはい、だけどさ、それにいちいち俺が付き合う必要はなくない？まあまあないですよね。で、はい、なんで俺がお前の挑戦受けないといけないの？俺はさ、DM で来た時にね、はい、DM で来た時に、はい、配信を始めたの和道だから、はい、配信綺麗に終わりたい、気持ちよくやりたいっていう気持ちがあると思ったからだけど、全然違う。はい、気持ちよく、本当にそういう気持ちを今でも持っております。はい、間違いないです、それは。ですので何卒よろしくお願いいたします。何卒よろしくお願いいたします。お前のこと嫌いだわ、うん、ありがとうありがとう。まあ一度約束したからさ、出るって、はいはい、うん、出るよ。ただ俺はお前のことやっぱ嫌いだわ。ごめんね、うん、ごめん、分かった。時間割いて悪かったわ。ごめんね、ありがとうね。俺もなんか本当に心から和道お前のこと嫌いだっていうことを自覚できた。でも和道が始まりだから和道で終わりたい、うん、いやだったらさ、やめようよ。あのさ、リスペクトがない相手とさ殴り合って何になんの？リスペクト、ぜひ、俺のこと嫌いなんでしょ？嫌い、うん、じゃあやめない？だって、だったら好きな人とやればいいじゃん。なんで俺嫌いなやつとガン首合わせないといけないの？ええー、じゃなくて、なんで俺がお前に時間割かないといけないの？そうだよね、俺みたい嫌いなクソ野郎だからね、俺、うん、クソ野郎ですからね。だってさ、はい、リスナーさんと向き合いなよ。リスナーさんと向き合うの？だって引退するんだろ、配信。はい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 、うん、俺の枠ももう見てないわけだしさ。あんま見てないでしょ、ね、だからいいじゃん、うん、もう別に。この話なし。いやだってさ、俺のことが嫌いだっつって、俺もお前のこと嫌いで、お互い嫌いなわけじゃん。もうで、ものすごく嫌いになってるよね、お互い。でしょ、話せば話すほど、うんうん、だから後味悪いからさ、もうこのままおね、引退するんだからさ、別に終わりでいいんじゃないの、うん、俺はなんか絡んでも損しかないし、まあまあね、2万円っていただけるって言われたけど、まあ、そうだからね、別にね、うん、まあ金は正直苦しいよ俺今、うん、で助かるけれども気持ちよく受け取りたいわ、うん、だから気持ちよく受け取れない金だったら受け取りたくないし、後味悪くなんだよ俺が勝っても負けても。それは勝負だからどっちが勝つか分かんないけどね、うん、そういうのは俺は良くないと思うんだけどね、そういう態度も。うん、そんな、そういうのは良くないと思う。俺は気持ちよく終われないから、悔い残すから。まあ俺もう2万っていう少額ですしね、うん、いや金額の問題じゃなくて、うん、悪かったわ、うん、ちょっと今回断る。先生、申し訳ない。3万円でどないの？いや、金額の問題じゃなくて断るわ。申し訳ないの。断るの？うん。ああ、わかりました。うん、お疲れ。3万5千。いや、ね、金額の問題じゃなくて。問題じゃない。うん。なんか誰か、悪いけど誰かに頼んで。ボクシング。誰かに頼んでよ。
あれ？わかりました、うん、じゃあ今までありがとうございました。いや別にもう何もないよ、嫌いだしね、うん、ああもうまあごめん、うん、ごめんね、なんかいやもう謝んなくていいよ、ああ、うん、なんか本当に心からやっぱり和道のこと嫌いなんだなって自覚できたわ、うん、うん、分かった、今後とも和道大嫌いっていうことを、うん、嫌い嫌いとは言うとこが、うん、あのできれば俺の名前出さないでほしいけどね、あの俺の気持ちとしては、俺はあのポチエムのリスナーからポチエムに聞かれたら答えてたけど、俺からは君のこと話題にあげてないからさ、なるべく出さないようにする、分かった、うん、努力する、うん、悪いね、申し訳ないね、一度やるっつったのに、はい、うん、なんかごめんね、はい、はい、さよなら、はい、さよなら、どうも、ということで断りました、すいません。ごめんねリスナーさん、あのなんかやるっつったのにごめんね、うん、いやもうこんなのいっぱいがいるんだよ、俺のこと殴りたいっていうさ、ごめんね本当に、すいません、なんか巻き込んじゃって、いやだ俺としては今回は本当はね、あの盛り上げたいっていうか、その彼がその DM 送ってきた内容からすると本当に和道で締めたいからっていうことで紹介したかったの、彼が今までやってきた歴史と気持ちよく引退してもらいたいっていうのがあったから、あのね和道リスナーでこういう人がいたんだよっていうことで最後紹介して盛り上げて企画でポチエムお疲れっていう流れ組もうとしたんだけど、ちょっとごめん無理だったわ、うん、ちょっと無理だった、嫌な感じだったね、うん、申し訳ない、うん、イラッとした、うん、いやーだからね、リスペクトがない相手はダメでしょ、絡んだらお互いにね、うん、いや俺のことを締めたいやつはいっぱいいるよ、俺のことを締めたいやつも俺のことを殴りたいやつはいっぱいいるよ、うん、おお久しぶり、ええ、うん、いや別に楽しいんだったら楽しいでいいんじゃん、うん、はいお疲れっす、どうもどうも、うん、嫌な感じだったな、ちょっと雑談しようか、うん、アンチ多いよ、うん、アンチ多いよ、寝てないね、うん、人間味のある放送だった、うん、まあまあまあ全部ネタだから、うん、キーマスさんのリング作ってるよ、作ってるよ、違うんだよ、配信切ってそれ作ってたの今日、うん、作ってるよ、終わっちゃうって言われたもんね、さあパルちゃん、うん、だって殴り合いしてさ、何になんの、うん、じゃあ仮に別に殴り合ってもいいけど、何が残るの、あのこの状態で憎しみ合って殴り合って何が残るの、うん、何が残るの、いや別に配信論ってわけじゃなくて、なんつうの、生き方としてさ、配信論じゃないよ、何が残るの、やるべきじゃなくないそんなの、
俺はその感動したいから、その捨て頃、まあ負けちゃったんだけどさ、ルールの元でやればっていうか、憎しみを持ってやりたくないけどね。どうなんだろう。何、やるべきだったと思ってるってこと？え、見たいっていう人はどれくらいいんの？それでもいいからリングに上がってほしいっていう人はどれくらいいんの？それ、どれくらいいんの？見たいっていう人は。俺のアンチコメント書いてるやつばっかりじゃねえかよ！ああ！手挙げてるやつ俺のアンチコメントやってるやつばっかりじゃねえか！どういうことだよ！おい！普段アイテム投げてくれてる人は手下げてよ！なんだこれよ！俺のアンチコメント書いてるやつばっかりじゃねえかよ！俺が殴られてるところ見てえだけじゃねえかよ！どういう見解だこれお前！俺が殴られてるところ見てえだけじゃねえかよお前！うるせえじゃねえよ、お前。本音で語れや、お前。本音で言え。俺がお前、這いつくばってるところ見てえだけじゃねえかよ、お前。誰でもいいんだろ？誰でもいいんだろ？しょうもない、ほんとに。花火を詰め、花火を。花火を積んでからも飲もうぜ、お前らは。バカが。なんでおめえらアンチのために一肩抜かねえといけねえんだよ。頭おかしいだろ、ほんとに。頭おかしいだろ。バカが。頭おかしいな、マジで。あのさ、2万もらえるならいいじゃんって後味悪い。一生残るんだよ。配信者じゃないから分かんないかもしんないけど、一生俺は、その、ポチエムと、ね、気分悪いまま、ずっと残るんだよ。うん。いや、別にいざこざってわけじゃない。要は正直、性格は合わないだけだと思ってんの、ゾエさん。そう。だし、その、殴り合いだからさ、あ、配信者だったら分かるよね。あ、ララ、風船ありがとう。うん。なんか、悪いね。うん、ありがとう。仲直りしろっつうかさ、2年ぶりに話してこれだぜ。2年ぶりに話してこれだぜ。うん。遺恨が残るよ、絶対。だから本音で話そうって言ったんだ。バカにされたんならやり返さないとって、俺はだから言論で勝負し、言論でやるんだったら言論でやろうって。でも、殴り合いは違くね？だってそのじゃあ相手がムカつくから暴力で解決しようって言ってんのと一緒だぜ。いやまあ負けましたっていうレッテルを貼られてもいいよ別に。うん、逃げ腰だったとかどれに似てきた？侮辱してんのかてめえこの野郎。おい、誰がどれに似てきたんだよ。最大の侮辱じゃねえかこの野郎。おい、訂正しろ。誰がどれに似てきたんだよ。お前、配信会で最も一番使ってはいけない言葉だぞ、お前。おい！誰がどれに似てきたんだよ！誰がどれだよ、お前、この野郎！侮辱すんのか、この野郎！一番言われたくねえよ！誰がどれの深夜食堂だよ！言っていいことと悪いことがあんだろうがよ！おい！おい！訂正しろ！訂正しろ、この野郎！誰がどれに似てきたんだよ！誰が深夜食堂だ！訂正しろ！それだけは許せねえよ！最大の侮辱だろ。しょうもないわ、本当に。しょうもない。違うよ。ドレさんがパクったの。もともとニコ生のテンプレなの、キレゲーっていうのは。ドレさんが俺の放送パクったの。俺がしばらくふわっちやってなかったから知らないんだよ、みんな。ニコ生時代の知ってるリスナーからすると、違う、キレゲー上手くなったじゃないの。俺がずーっとニコ生とかツイキャスでやってたことをドレさんが学んだの。俺はもともとこっちの畑なんだよ。昔のリスナーからするとまたあれだよってニコ生スタイルでやってるよって言って笑ってるよ。昔からやってんだよこっちは。
どうなんだろうな、まあ、正直言って勝つ負けるとかじゃなくてさ、まあポチエムとやってさ勝つとか負けるとかじゃなくて、気分悪くね、見てる方も後味悪いと思うよ。まあ正直そのアンチ属性の人はさ別に怪我しないわけじゃん。見ててさ、そのまあぶっちゃけた話、誰かが殴り合ってたら面白いじゃん、ぶっちゃけた話。でもさ、どうなんだろうな。だからポチエムの悪いところそういうところなんだって。枠で勝手にやんのよ。で、和道は知ってるはずだってやるのよ。だからその自枠でやって何なんだよ、その土下座って。何に対して土下座してんの、ポチエムは。企画が潰れてすいませんでしたってことだったらわかるよ。リスナーさんすいませんでしたっていうことだったら別に俺知らなくていいけど。そう、茶化されてさ、パルちゃんじゃあやる？パルちゃんが、ほら、バカにされてんだぜ、だって。いや、別に、その、一肌脱ごうと思ってたわけよ。こっちとしては。いや、企画が潰れてリスナーさんに謝ってんならいいんじゃないの。でもさ、なんだろう。なんだろう。なんで俺やんないといけないのってならない？なんで嫌いだ、お前のこと大嫌いだ、最低だと思うって。全然面白くない、大嫌いだわ、殴り合おうぜ、はぁでしょ、はぁでしょ。もう正直だってやるためにこの枠開いたんだぜ。見ててね、よくないよね。いや別にそれはさ、ほらポチエムが背負っていくことだから、引退詐欺とかさ、別にそんなのは俺知ったこっちゃないけど、ね、それは本人がリスナーと向き合う問題だからさ、なんかやだわ。あんな態度で来るんだったらふっかけてくんなよ最初から。なあ、あんな態度で来んだったらふっかけてくんなよな、最初から。拳で語れ。味悪いなぁ、本当に。鉄欲出すんっていうかさ、いや俺その暴力で解決するのも嫌いなのよ、正直言うと。なんつうの、それって戦争を肯定する論理じゃない？ムカつくから殴ろうぜってことでしょ。それって暴力に屈するわけで、その人間性として屈服されたわけではないじゃん。要は、あ、考え方間違ってたわとかじゃないじゃん。それってさ一生残るんだよ。要は恨みを買わない、暴力でお前のこと言うこと聞いてただけだって俺はなるよ、ならない。要は人間性として惹かれてついていくとかファンになるとかじゃなくて、信頼関係があるとかじゃなくて、いやお前の暴力、お前が腕力強いから従ってるだけだよってなるでしょ。
だから俺一回さ、ドレさんと喧嘩した時もドレさんに言われたんだよ、リングで蹴りつけんのかこの野郎って。覚えてる？ドレさんと喧嘩した時にドレさんに言われたの。そう、だからそれは違うと思うんだよね。なんかそういうことのためにさ、そう自己満になっちゃうよね、そうなると。うん、もちろんね、暴力に屈しないっていうか、なんかその俺が話聞いててね、あのポチエム、まあまあ昔ながらもう最終的には暴力っていうねロジック、うん、あ、だるまさんいらっしゃい。まあ、逃げてたって言われ、逃げね、逃げなのかな。まあだからミュウツーの時も同じ論法だよな、同じだけどさ。でもさ、いや言われたんだよ、ミュウツーとやってほしかったって。私ムカついて、のんちゃんにも言われたぐらいなんだよ、ミュウツーぶっ飛ばしてほしかったって。うん、ミュウツーぶっ飛ばしてほしかったわって言われたんだけど、俺だってぶっ飛ばしたいよ、はっきり言って。あ、まあまあスポーツだけど、俺だってミュウツー俺が一番殴りたいわけじゃん、うん、配信のネタってやる話じゃなくて、どうしてもやらせたいの。コアラ三世とシロとララとパルちゃん、パルちゃんとララとシロとコアラ三世、アンチがなんか丸め込もうとしてきてるな。なんか普段は叩きながら俺のことをやろうとしてんだけど、だんだんなんかその 遠回りなんか雰囲気で飲み込もうとしてるだろお前ら、雰囲気でお前やらせようとしてるだろ、何うまく丸め込もうとしてんだよ。まあ逃げっちゃ逃げなんだけどね。何お前、牙をニャーって言いながら、普段牙ムッキムキでさ、牙をバッキバキにさ立てついてくるタイプなのにさ、ニャーって、和道さんって、そんなの男らしくない、ニャーってこうすり寄りながら、お前ら汚ねえよお前ら、こんなアンチだよこんなの、ふざけんじゃねえよ。うん、あとララ全然関係ないのにドレさんの誹謗中傷だけすんのやめてくんない？さらっとドレさんの印象をひたすら落とそうと してくるこのテクニック。そうだよな、ワード分かるよって、ドレ最低だなっつって。そういうことでしょ。ララがコメントでずっとやってんの、うん分かる分かる、ワード、うん、ドレ最低、うんうんっつって。何ドレさんの評判を落とすことにステータス全振りしてんだよお前。全然話題関係ないだろ、ドレの深夜食堂今全然話題関係ないわ。楽しそうですね。つうか、まあ、こいつらもうテクニシャンだから、こいつらトリックスターだから、ガチガチだよ。要はね、サムネイルとコテハンをつけてるのにアンチコメント書いてくるやつは、プロだから、こいつらは。気をつけた方がいいよ。キツネ枠のにわかアンチとは違くて、この4人、パルちゃんとかララとかプロアンチだから。そう。こいつらプロアンチだからね。気をつけろよ、お前ら。こいつら、あれだよ、ニコ生時代からの巧みなやつだから。うん。巧みなやつだから。うん。こいつらがプロリスってやつだよ。プロアンチだよ、プロアンチ。うん。こいつらはうまいよ。そう。付き合い長いっつうかわかるよ、もう。何年目？ワード。ララさんとパルちゃんと、まあ、ララとパルがガチ勢だな。俺何年目か書いて。俺何年目じゃなくていいや。配信歴何年目？絶対長いから。ララとパルはプロリス。こいつらは。ララとプロ配信何年目か書いて。リスナー歴何年目か。付き合い長いじゃないの。コメントでわかんの。もう巧みなの、こいつら。いろんなパターンで配信者を揺さぶってくるから。うん。そう。質のいいアンチを。そう。逆に言ったら、ドルさんはこの人たちを捕まえないといけなかったの。ララとかパルとかと共同経営できるのがうなちゃんマンなんだよ。長いよこいつらは絶対。囲い風になったり、こうやって風船を投げたりとか、そう、もう巧み、いろんな技持ってんの。パンチの種類がバリエーションが半端じゃない。トリックスターだから。そう、もうだからリスナーも翻弄されるの。リスナーがもうグラグラするの。アンチがひっくり返ったらガチ囲いになると聞いてねえよ。何年目か聞いてんだよ。何年目か聞いてんのにもう返しが聞いてないの。一見するの、いやもうこういう人たちがいつく枠っていうのは、要はうなちゃんマンとかゆいがさんとか、
正統派だよ、正統派。そう。普段ね、つまんない枠にはコメントしねえんだよ、こいつら。あ、つまんねえわ、つって、他行こう、つって。で、面白い枠でね、もう関係ないのにね、カタ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 面白いコメント書くんだよ。質問には答えない、こいつらは。面白い枠に茶化しに来るんだよ。そう。それはコメント職人だよ。うん、コメント職人。わかるでしょ、コメント見てて。くせ者っていうん、くせ者。コメント見ててレベルが違うのわかるでしょ。くせ者なんだよ、こいつら。うん、長いんだよ。そう。なんなら2チャンネル、ネット黎明期からネットについてるやつらだから。うん、なんならね、生放送とかじゃないよ、もう。そう。立ちが悪い、ほんと。匠だよ、匠。ネット黎明期だよ、ほんと。サブアカ7個ぐらい持ってるやつだよ、サブアカ。サブアカをね、7個持ってるはずだから。サブアカを。ヤフーチャットどころじゃないよ、本当に。アイス、ゴーツーさんいらっしゃい。おっすおっす。恐ろしい。煽って大丈夫なの？大丈夫。大丈夫。あのね、なんで煽って大丈夫か教えてあげようか、芸人さん。プロだから、プロだから、配信者もプロって打たれ強いでしょ。配信者もプロって打たれ強いの。それと同じように、コメントでプロのやつは煽って大丈夫なの。パルちゃんとララは煽って大丈夫なの。この二人は。で、終わり。うるせえよ、お前もな。ごめんな。わあ、悪かった悪かった。お前もだよ。コアラ三世、悪かったよ。名前を呼ばなかったからイラッとしたんだな。終わりじゃない。うん。悪かった悪かった。お前の名前も呼ぶの忘れてたわ。うん。悪かった悪かった。だからイラッとしたんだよな。ララとかパルちゃんばっかりで、俺もいるんだけどってね。イラッとしたんだよね。ごめんごめん。お前もいたわ。お前も長えわ。認めるよ。うん。なあ、プロアンチな。大丈夫なの？煽っても。体勢が半端じゃないから。この三人は。聞かないから。うん。聞かない。断崖絶壁に立たされたり落ちたことある人は和道さん批判しないと。あー、なんか響きますね。ありがとう。なんかそれで全部なんか響くわ。ありがとう、ゾエさん。ありがとう。ありがとうね。なんかすげえ響くわ。こんなに凶暴なコアラいねえだろ、本当に。やばいよ、本当に。ハトとかポンプとかえげつないからね、多分。なんか気持ちよくやりたかったけどな。気持ちよくやりたかったな。まあ俺もな、性格歪んでるしさ、なんつうのね、え、別に清廉潔白でもないしさ、まあまあ人間としてはできてないですよ、うん、褒め殺しには引っかかんない、分かったよ、うん、うるせえよタクシー、てめえ何味方にすることにした、何すり寄ってきてんだよ。お前が引っ張っていくんだろ、バカが。何お前、和道アンチの確固たるポジションを築いてたのによ。バカ野郎、お前、タクシーよ。お前が今、一番のアンチで、お前、いい感じだったじゃねえかよ。何を味方にすることにしてんだよ。そういうところがダメなんだよ。何折れてんだよ。お前が引っ張っていかないで、誰が引っ張っていくんだよ。今、俺はアンチが必要なんだよ。ああ、ベコボコランド、バカありがとう。顔も歪むような、うるせえよ。ほっとけ。はい、みーすけはお疲れ。だから、どれの話してねえから。ちょいちょいどれの悪口入れんなよ。キレッキレだよ、ほんとに。ブレブレだけどね。ブレブレ。まあ、あやなんか古いよ。ポチエムがいた頃から見てんだから。もう全部知ってるよ、あやなんか。うん、久しぶりーって言いながら毎日ロムってんだから、こいつなんか。長いよ、あやは。あやは長いぞ。うん。あやは長いぞ。何食わぬ顔して久しぶりって、捨て垢3つぐらい持ってるタイプだから。もう、だからあやなんか久しぶりって、今日なんか半年ぐらいにね、コメント書いてるけど、もう3、4年の付き合いだから、これ。キツネ枠で大興奮してるよ、これ。うん。キツネ枠でもう、ヒャッハーっつってコメント書いてるはずだよ。なあ、あや。
和道をかばう女性リスナー湧いてこない、うるせえよ、ほっとけ、それは本当に悩んでるやつだからほっとけ、こうそれは言っちゃいけないやつだよ、それはあのガチのやつだから、本当にいないの、かばう人本当にいないやつだから、それはあのリアルなやつだから、それネタにできないやつ、本当にかばう人いない、バガありがとう、ザイロさんありがとう、まいったね本当に。和道さんって最初印象悪かったけど見れば見るほど味が出てきて飽きない人、スルメか、スルメなのか、聞くだろう、まいったね本当に、メンヘラばっかりだからな、あう、ありがとう、メガホン100個ありがとう、そうですよねじゃねえよ、乗っかってんじゃねえよ、そうですよねじゃねえよ、スルメじゃねえぞ俺、今の発言で敵になった、ブレブレだな本当に、ブレブレ、いいよ別に好きにしろよ、囲いたきゃ囲えばいいし、アンチしたきゃアンチすればいいし、もう病気だからタクシー病気病気、はい、風船ありがとう、今のでの今のがよくわかんないけど、いゲニンさんバーガーありがとう、ウナは永久引退に追い込むネタ持ってますから、マジでウナちゃんマンを永久引退に持ち込むネタってそれ特ダネだよ、それね便所太郎さんにタレコミした方がいいよ、とんでもねキラーコンテンツ持ってんな、それね多分ね早めにね便所さんか誰だろうな、便所さんが一番うまそうだけどな、すごいネタだね、特ダネだよ特ダネ、噛めば噛むほど味がなくなるよなガムって、うるせえよ誰がガムだよ、いや伝説になるでしょそんなの、配信会の白ひげだからね、ワンピースで言うところの白ひげだから、確固たる地位を築いてるからねシャンマンは、あいつは強いぞ、佐野智則は強いよ、全ての元凶って言われてるからね、あ見計らって投下すんのか、結託してんのお前ら、ルフィ誰かな、ルフィ光くんとかじゃないの、光くんとか、なんでお前と毎日コラボすんだよ、すり寄ってくんじゃねえよ気持ち悪いな、しねえよお前とじゃ番組成り立たねえわ、ルフィはヒカルくんとかなんか鼻のあるキャラクターでしょ、誰が消えかけたことあった、うなちゃんマンが、いや万物の法則だからね佐野智則は、全部佐野が悪いから、ああパルちゃんそれガチのやつじゃん俺知ってる、パルちゃんそれダメあれでしょ、しかも立川の方の話でしょ、それダメなやつ俺分かっちゃった、立川の方でしょ、三者の次の話でしょ、だそれ多分本当の NG のやつ、それかわいそうだからやめてあげて、それはやめてあげて、本当に引退俺分かった、噂には聞いてる、三者の次の立川の時に下手打ってるから、それダメかわいそう、それあこれガチのやつだわ、パルちゃんが持ってるネタガチだから、いろんなところから金々聞いてる、配信会から追い出すどころか下手したら消される案件だから、ね、そう、まあ立川にはねまあいろいろあるんだよ、そう、うるせえよタクシー黙ってろよ、お前の枠じゃねえんだよ、自枠やれよ、自枠でディスる分には全然構わねえよ、なんかいろんなところで言いふらしてるらしいな、タクシーコラボに上がって俺は和道に謝らせた男だって、恥かくぞそんなことやってたら、恥かくぞ、やめとけやめとけやめとけ、実力上げて自分のリスナーさん大事にしてれば配信なんてうまくいくから、変な売名しない方がいいよ、
変な売名はダメ、うん、評判落とすだけだから、うん、っていうかさ、一言だけ言いたいことがあるんだけどさ、アイテムくんね、本当にもうさっきからずっと言おうと思ってたんだけど、アイテムくんね、本当悪い、ハートありがとう。本当に、本当に言いたかった、それがずっと。ところで、それはさておき、アイテムをください。黙るなー、コメント止まるなー、どうしたんだろう。急にあんなに饒舌だったのに、あんなにコメント打ってたのに、どうした？どうした？ねえ。どうしたの？無理なの？なんで無理なの？なんで無理なの？無理なの？じゃあいいわ。しょうがないね。じゃあ無理だわ。うん。風船ありがとう。スルーされたね。あー、パフェありがとう。こんばんは。ありがとうございます、リオさん。パフェありがとう。パフェ。はじめまして、いらっしゃい、クミさん。よろしくお願いします。スルースキル高いよね。なんかね、最近ワードリスナーね。アイテムに関しては、かたくなにスルーできるもんね。強いわ。心が強い。羨ましい。その精神力、俺も欲しい。おねだり上手くなんないとな。おねだり上手くなるわ、もっと。ありがとう、リオさん。花火ありがとう。いや、本当に思うよ。アイテムくださいって言うと、ピタッって、ピタッってなるから。そう。次の話題までなんか、ふーん、みたいな。あ、聞こえなかったわ、みたいな。うん。あ、聞いてなかったわ、みたいな。なんか喋ってた、みたいな。ところでさ、みたいな感じで。うまいよな、お前ら。ありがとう、あや。パフェありがとう、あや。あや、ありがとう。ありがとう、ジャイロさん。ありがとう。おー、リュウキンさん、ありがとう。パフェありがとう。あー、本命チョコっていつからなんだろう。本命チョコってどうやって投げるんだろうな。チョコって何つければいいんだろう。ごめん、あと今度開いてみるよ。本命チョコね、聞いてなかった先にちょ、うん、電波悪かったのかな、うん、いや、新ネタ用じゃない。ありがとう、だるまさん。風船ありがとう、だるまさん。いやね、今日ね、鮫島さんの枠めちゃめちゃ感動して、俺もう久々ロムっちゃったの、鮫島さんの枠。オープニング切れてたの。おい、俺はよ、配信やっててよ、リスナーを金だと思ったこと一回もねえよ。なあ、俺がアイテムこじったこと一回でもあるか。なあ、最低だよ、アイテム欲しいっていう配信者はよ。超かっけーと思って。なあ、俺はよ、配信会が終わるその日までよ、おめえらと一緒によ、やってきてんだよ。コメントだけ書けよ。俺についてこいよ。まあ、俺から一言。アイテムちょうだい。それはさておき。俺にアイテムをくれないか。俺はこじるぜ。うん、鮫島さんめっちゃかっこよかった。感動した。でも俺はこじる。めちゃめちゃ今日の鮫島さんかっこよかった。大好き。もうついてこうって思った。こんな配信者になりたいと思った、正直。でも俺はそんなことは言わない。アイテムが欲しい、うん、ありがとう。ハートありがとう。ミノムシさんありがとう。いや、俺にはできないと思ったね。金なんていらねえよって言ってたもん。ありがとう、先んちょ。メガホンありがとう。いや、かっこいいな、そこまで行くとな。うん。金なんて働いてやるよって叫んでたけど。まあ、俺には無理だな。俺には言えない。うん。働くなんて無理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 。うん。深夜っちょ囲ってんの？タクシーが。うわー、りょうさんありがとう。メガホンありがとう。いや、無理無理だよ。うん、これが配信だぞっつって。
いや、わかんないんだよ。わかんないんだよ。雰囲気に負けちゃうの、最近の。いや、本当に、喋りのテクニック、どんどんなくなってると思いません？俺、本当に思うよ。べしゃりをでちゃんと成立させる人がどん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 劣化していくの。で、かっこいいとか、雰囲気の説得力があるって。あんなのさ、ショーン K だよ、ショーン K。喋りがうまい。雰囲気なのよ。雰囲気。だからだんだんバレてくんの。わかる？喋りに自信あったらいつでも返り咲くことができるんだよ。本物。鮫島さんとか。まあ、喋りが下手なの見せることができれば。ドレスさん今、ゴテゴテだよ。ゴテゴテ。そう。いや、もちろん波はあるのよ。俺もその、気分が乗らない時とかあるけど、持ってるやつは持ってるから。だから、俺はね、それね、ニコ生理論だと思ってて、ホラッチョ川上だよ、あんなの。だって、あんなさ、色が黒いでっかいチンコだよ、あれ。喋りのうまいチンコなんだよ、あれ。いつも言ってんだけど。真っ黒ででっかいチンコでしょ。ちょっと映画とか喋ったり、格闘技がちょっとうまいチンコだよ。だって54歳でさ、20代の女の子ナンパしてんだよ、未だに。性欲の塊とかじゃないんだよ。チンコだよ、チンコ。喋りと格闘技がちょっとうまい、チンコの塊。わお！風船とメガホン555個ありがとう、ルッシーありがとう。いや、適切でしょ。うん。格闘技はちょっとうまい、チンコだよ、あれ。すごいよなぁ、ドルさんもなぁ。いや、いいでしょ？いや、俺はだからペラでやってきたから、いや、正直、フワッチではちょっとエンジンのギア変えてたの。ちょっと1年間ぐらい休ませてよって言ってたけど、まあ最近ちょっとやる気になってきたんだよね。ね、怒ってるとね、顔真っ赤にしてね、あ、うっ血した祈祷みたいだもんね、顔がね。うっ血した祈祷みたいだもんね。あんまり言うと怒られるからやめとこうぜ。もうこの辺でやめとこう。この辺でやめておかないと、この辺でやめておかないと、本気で怒られるから、もうちょっと踏み越えちゃった感じがあるから、そろそろやめとこう。ドレさんのガチ囲いがアンチ化するから。ドレさんのピュアミンたちは、ちょっと、和道って何なのってなるから、ピュアな人が多いからね。ドレさんのファンの方誤解しないでね。うん、怒られちゃうから。ガチ勢だから。ピュアミンたちだから。そう。ピュアミンが怒っちゃうんだよ。ドレさん、今日トレーニングだよ。今日はジム3つ行くっていうから。だから、俺はそこまで計算してんだよ。隙間を縫ってやってるから。隙間を縫って。お酒飲まない。009さんいらっしゃい。楽しんでって。文章書きながら笑っちゃった。あ、いいね。いいね。嬉しいね。そういう画面の向こう側に笑いを届けられたっていうのが嬉しいね。りょうさんよろしく。うん。よろしくね。ありがとうね。うん。よろしくよろしく。おー、よんちゃんありがとう。アイテムありがとう。たまにね、出てこないんだよね。ご飯これから食べるよ。これから食べる。うん。酒飲んだ和道さんめちゃめちゃ面白い？あ、ありがとう。嬉しいよ。いい酒飲もうね。いい酒飲もう。今さ、ほら、トレーニングやってるからさ、ちょっと捨て頃の時に美味しいお酒飲みたいから、捨て頃でははっちゃけるからさ、捨て頃のオフ会では。ありがとう、クミさん。メガホンありがとう。いや、食べようっつったってさ、まあ話面白いじゃん、今。今、ちょっとペラが回って、ねえ、ちょっとギアが上がってるんだから、温まってきたんだからさ、ちょっとやらせてよ。こんな日珍しいんだぜ。リスナーさんと話をしてて、こう楽しいなんていうのは。おい、いい日なんだよ、こういうのは。こういういい時に、そう、こうニコ生ではよくあったんだよ。俺はニコ生アズハイって。よくさ、言うじゃん。格闘技で。格闘技でもスポーツでもゾーンに入るって言うじゃん。ニコ生にもあったんだよ、そういうのが。俺はニコ生アズハイって呼んでたんだけど。そう。普段プライベートで普通に配信やってない時にコメント欄が見えた時は、右から左にコメントが流れていくんだよ。そう。ただの統合失調症じゃねえかっつって。病気だろ、それっつってね。あるんだよ。楽しいんだよ。そういうのを大事にしていきたいんだよ、配信は。うん。いやー、謝らないで嬉しいよ。本当だよ。俺、電車の中でコメント拾ってたんだから。電車の中で、ワドツーって言ってて、声でかい、声でかいって怒られたの。シーって。またやってるよ、シーって。コメントサバ、ああ、配信じゃなかったわ、つって。これ本当だよ。
うん、うるせえよ、うん、病気病気。ありがとう芸人さん、風船ありがとう。見てても楽しい。いやだからリスナーさんに楽しい。あのね、これ松本人志がいいこと言ってて、松本人志ってやっぱねすごいんだよ。あのね、松本人志がラジオでこう言ってた。笑いに来る気のないやつは笑わせらんないよって。笑いに来る気がないやつは笑わせることはできないよ。笑いに来る気がないやつは、俺は笑わすことなんてできないよ。笑いに、ああ、ありがとう。うん。ありがとう、ありがとう。ありがとう。うん。ありがとう、ありがとう。うん。あ、セコロ、セコロ行くっていうか、俺は、の出演者だよ。うん。うん、ありがとう。突っ込まないとね、何回でも言っちゃうから。はい、こんばんは。楽しんでってください。そう、大事だよね、突っ込みってね。突っ込みがいないとボケは成立しないからね。うん、うい、風船ありがとう、りょうさんとララ。うん。殴り合いすることになったのが流れちゃったんだよ、ビーズさん。ごめんね。なんか、その、気分悪くなっちゃってさ、さっき、要は、1時間ぐらいリスナーさんに説明しようと思って紹介してたんだけど喧嘩しちゃったよ。おいロビーいらっしゃい、ウィス。深いでしょ。いやこれね本当に配信にも置けることなんだけど、笑い楽しみに来たよってやると噛み合うの、楽しい時って。だから生放送って動画ではないのよ。リスナーさんも笑わせてね、ワドっていう期待値と、笑わせるよとか楽しませるよっていうのが噛み合った時いいことになるんだよ。うん、だから要は楽しむ気がない人を笑わせることってできないんだよね、やっぱり。だからその楽しんでもらいたい、楽しみにしてもらいたいしね。うん、聞いてなかったの、うん、もう一回言うね。うん、捨て頃に出るっつってんだよ。何回言わせんだよなあ。捨て頃の第2試合ボクシングルール2分2ラウンド、対戦相手は直樹兄さん。出るっつってんの、なんでわかんないの。3回コメント書いたよね。出るよ、捨て頃に出る。わかった、もう伝わった、出るから。出る、間違いなく出る、出る、うん、出ます。うん、ふーんってなんだよ、ふーんってなんだよ、出るの、うん、出るから。いや頭にくるでしょ、話をしてるんだよ。コメントも答えたよ。聞いてなかったってどういうことだよ。うん、決まったんだじゃねえよ。もう何ヶ月前の話だよ、だるまさん。3ヶ月前に決まった話だよ、もう。頑張るよ。ありがとうね、焼き魚さんね。うん。ありがとう、ありがとう。頑張るね。うん。捨てゴルって何？うるせえよ、もう。うるせえ。うるせえよ。うるせえ、うるせえ。うん。捨てゴルって何？ってうるせえ、もう。もう冷やかしだ。うるせえ、うるせえ。捨てゴル出るんですか？聞いてねえのかよ、お前も。聞いてねえのかよ。うん、バカだな本当に。うん、月収何本ぐらい？聞かないで、それリアルなやつだから。うん、それ聞いたらダメなやつ。本当にあのイライラしちゃうから聞かないでそれ。うん、わかる？分かってて聞いたよね今ね。うん、月収いくらあってさりげなく普通のリスナーのふりして、普通のリスナーのふりして俺にダメージを与えようとしたよね。やめて。今、楽しく気持ちよくやってるじゃん。ね。楽しく気持ちよくやってるじゃん、放送。お互いの関係が悪くなるから。ね。お互いの関係が。アンチが増えるんだ。俺も怒鳴ると。やめよ。囲いのふりして、そういうアンチ活動するのやめよ。うん、それ、まといでしょ、まとい。おとり捜査官でしょ。君たち。何？雑談たぬきでミーティングでもしてるの？なんか会議開いた？今日アンチ多くない？なんか捨て頃ってもう終わったよな。うるせえよ、うん、これからやるんだよ、うん、奥稼ぐってほざいてたよな。うん、もうそういう次元じゃない今。食うか食わないかっていうレベルだから。さすがにね、月収ね50万ぐらいとか80万ぐらい稼いでた時はね、多く行くぜこの野郎ってやってたよ。うん、
今ね、あの家賃2ヶ月滞納とか、電気代止まる、水道代止まる、ネットも止まる、そういう生活なんだ。夢より現実見ないといけないんだね今、うん、だから頑張るね、うん、ダリルさんいらっしゃい。そうそう、生えてきた生えてきた、うん、サバイバルサバイバル。いやーきついね本当にね、大変だよね生きてくってね。頑張ろうね頑張ろうね、うん、生きてかないとね、うん、2ヶ月やばいよ本当に。サバイバルだよ。あ、払えたよ。この前、あの、花火たくさんもらえたから。今、滞納ないよ。まあでも、月末にまた始まるんだよ、戦いが。月末に取り立てが始まるんだよ。うん、バイトしたらええじゃん。何も恥ずかしいこと。あ、じゃあ聞くわ、ケンゴさん。あなたが社長だったら俺のこと雇う？イエスかノーで答えて。うん。二択だ。君に二択を与えよう。イエスとノーだ、君が書けるコメントは。あなたが社長だったら俺のこと雇いたいと思う？イエスかノーで答えてくれ。うん。二択だ。シンプルだ。とてもシンプルな質問だ。雇いたい？雇いたくない？イエスかノーで答えてくれよ。雇うのか？雇わないのか？どっちだ？うん。ノーだな。うん。ノーだな。オッケー。32歳なら雇う。あ、それはコメントは正解じゃない。あの、そのコメント消して。うん。それはノーって答えないといけないんだ。ケンゴさん。あの、ケンゴさん推し。そう。あ、焼き魚さんありがとう。ウィズさんありがとう。そこは、あの、お約束だから、雇うわけねえだろうとか、雇うわじゃないの。雇うわじゃないの。今の振りは、雇うわけねえだろうのくだりだから、どう考えても。下手したら小学生でもわかる。雇うわけねえだろうって流れじゃないと、うん。そう、リカちゃんありがとうね。雇うわけないじゃんってやらないと、ね、あの、いろいろあるから、いろいろそれは雇おうかなってなっちゃうと、あのね、あの、何もね、何も始まらないから、うん、テストに出るからね、これはテンプレートだから、うん、今日この話題は結構テストに出るし、なんなら必ず出るっていう鉄板問題だからね、うん、鉄板問題だから、うん、そう、恥ずかしいねちょっとね、うん、うん、いろいろね、やっぱね、ふわっちでね、時代は変わっていったからね、こういうララとかジャイロの帝王とかコアラ三世とか焼き魚とかタコサブローとかね、もう導いていかないとダメだよ、あの若手のネット民たちに、若手のネット民たちにコメントの書き方を教えないとダメだよ。自信持ってアンチコメント書いてってね、うん、自信を持ってアンチのやり方を徹底的に教育していって、囲い方、アイテムの投げ方、うん、アンチコメントの書き方、そう、ノウハウを伝えていこう。もうどんどんネットがダメになっていってるから、そう、それの最たるところどこか知ってる？もうネット民がネット民ですらなくなった場所、それが TCP だから。ネット民のかけらもなくなってしまって、もうダメになっちゃった場所、それが TCP、うん、もうなんつうの氷川きよしみたいになってるからテルチャンピオン、俺氷川きよしみたいに見えるんだよね。もうおばちゃんとか、もう女が囲い込んで、そう、俺は TCP を憎む、うん、あ、初見さんいらっしゃい。ケイさんよろしくお願いします。カリパさんからお疲れっす、いらっしゃい。うん、腹減ったな、うん、腹減ったな。あと10分で終わりするわ、うん、今日の放送終わり、飯はだからあと10分で終わりにするよ。飯食いに行くわ、うん、俺は宗教とかダメだ、向いてねえよ。俺が神様だったら嫌だろ、嫌だろ、ご本尊とかさ、教祖が俺なんて嫌だろ、うん、教祖が寄り目っていうのは信用できないよ、うん、TCP ね、TCP。テルチャンピンね。終わり？いや、だってね、うん、だってね、だって今日いっぱい放送したんだよ。うん、今日夜ご飯食べるの遅め、遅め、うん。そう。だいたいね、男はね、目が離れてれば離れてるほどいいって言われてるから。これは本当なの。芸能界見てみて。
男は目が離れてれば離れてるほどいいんだよ芸能界は。で女の子は目が寄ってれば寄ってるほどいいの。俺大体分かってるからそういうの、これ本当だよ。大体女の子グラビアアイドルは大体寄り目なんだよ。そうで大体俳優さん、大体アカデミー賞を取る俳優大体目が離れてる。エンマさんお疲れ様です。おーエンマさん風船ありがとう。そうそうそう浅田真央みたいで可愛いって言ってた。浅田真央可愛いか、あウリさんだ久しぶり。ウリさんハートありがとう。いやいやいやプロアンチだからねウリさんもね。いいんだよいいんだよ。だってさそう思わない。だってさ嫌いなやつは嫌いでしょ。嫌いなやつは嫌いだよ、嫌いなやつを好きになれっていう方が無理だもん。嫌いでいいんだよ。ただただ嫌いでも構わないけど嫌いでも構わないけどアイテムは欲しい。だからウリさんのアイテムは嬉しい。嫌いで構わない。ただアイテムは少しいただけると関係性が成り立つ。そう俺はこれをね食物連鎖って呼んでんの。食物連鎖。壊れかけの寄り目が好きなんだえ壊れかけの寄り目って誰バカにしてんの。いやいやだからねアイテムをこう与えて食物連鎖世の中のこう法則性やっぱり金が回るとねあのうまくいくからアンチも配信者もありがとう。うわ花火3発イエーイロビーいつもありがとうありがとう。そうだよ本当に嫌いだったら配信見れないから。アイテム与えて調子乗って何が悪いんだよ。アイテム与えたら調子に乗るに決まってるでしょ。わかる？時給花火5発分やばいね。花火5発時給1250円です。あ違うよ1時間半だからいくらだ。1時間半でいくら稼いだ。2500円。1時間半で2500円は時給1500円。時給1500円。います？配信会でいます？知り合いにいます？時給1500円の人俺だけでしょ。知り合いにいる？32歳で時給1500円もらってる人いる？いる？知り合いにいないでしょ。自慢しいよ。いや俺の知り合いで和道ってやつ時給1500円稼いでんだよね。もうすごいねってなるでしょ世間的には。マジで？いや花火え2500円稼いで90分だから時給1500円でしょ。すごいでしょ。いやいないでしょ周りに。いないでしょ時給1500円稼ぐ32歳は。いないよ。いてたまるか。少なくとも俺の住んでた町成田にはいなかったね。成田で1500円稼ぐ男なんか聞いたことなかった。薬剤師はダメ。そういうのはいらない。ロビー薬剤師とかいらない。もっと低いレベルの話してるから。なんて読むのかな。ゆうじさんかな。ゆうじさんですかね。楽しんでってください。いらっしゃい。いないよ成田には。一人もいないよ成田は。時給1000円稼いだらもう本当に結婚したいってレベルだから。マジでマジで時給1000円。ハヤトさんね。ハヤトさんありがとう教えてくれて。いないよ。俺が言うんだから間違いないよ。成田って結構人口多いんだよ。成田って人口多いの。時給500円の54歳。もういじめないであげて。最近本当に調子悪いから。今は叩いたらダメな人になったから。今までは叩いて良かった人だったの。どれの深夜食堂は2、3ヶ月前まで。もうこの2ヶ月は叩いたらダメな人に変わったから、今はこれ以上叩いたら本当大変なことになる。もう最近ラジオ放送ばっかりなんだよ。減らっちゃって。もう聞いてるから聞いてるから。もう何やってもうまくいかないの。見守ろね。温かく見守ろ54歳のことは。
本当ダメ。もうちょっと生き返るまで、うん、温めよみんなで。あったかい感じで、うん、あったかくしようねみんなで、うん。いないっすよモンモンさん。成田にはいないな、うん。成田にはそんな人いないよ。8時間しか働かないのに1万2000円なんてもらえませんよ、うん、もらえません、うん。どれさんな、なんか最近あー花火2発ありがとうロビーありがとう。見た奇跡、残り3分で時給が跳ね上がったよ。やば、時給2000円、成田超えたね。津田沼のキャバ嬢になったよ。みんな。津田沼のキャバ嬢。津田沼のキャバ嬢になったよ。成田のトップアルバイターから今津田沼のキャバ嬢になった。津田沼。津田沼のキャバ嬢は成田の憧れ。成田という街を出て。やったね。かっこいいね。津田沼のキャバクラクラス。トップキャバ嬢だよ。津田沼、そうだね。早く上野に行きたいね。上野にはなかなか行かねえな。上野には行かねえな。なかなかな。船橋もかすったんだけどね。なあ、津田沼止まりだ。ああ。津田沼止まりだ。しょうがねえな、これな。ありがとう。成田を出ることができたよ、今日。抱きたいよね。津田沼キャバ嬢はね。みんな抱きたいよ。三鷹は三鷹はだから成田から上野まで行って三鷹に行くって中央線で乗り換え間違えてるから、うん、なんで三鷹行くの、なんで上野で降りて上野で働けばいいのに三鷹行ったらダメでしょ。三鷹にキャバクラないからね、うん、そうなんだよ。やっぱ成田は京成ベースだから、うん、なんかねこれはねあるあるなんだよ。成田は京成電鉄をこよなく愛してるからね、うん。やっぱ津田沼のキャバ嬢は2000円ですよ時給、うん。じゃあそんな感じでね、皆さんありがとうございました。楽しかったです、もしよかったらね YouTube、Twitter、ふわっちの3点セットフォローよろしくお願いします、たくさん花火ありがとうございました。それでは皆さんお疲れ様です。また明日、おつおつ。アイリー、行きそうだ。アイリー、行っていい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。